Go Knicks! Go Knicks! 久しぶりに感じますけど、ね。そうね。ほぼ2週間ぶりかな、うん、こんくらい？ちょっと頻繁に上げてたから、あのルーティーンがごちゃっとなったけど、また戻ったね、これでね。そうね。うん。まあちょっとオフだから話なんもないねとか言ってメールとか言ってやってたけど、ついに話すネタができたね。やっとですよ。もう夏中ずっと待ってたからね。待ってた結論と違ったけどね。じゃあちょっとリアクションからいきますか。なんか総太郎さんがちょっとね、うん、もう収録前からこういう感じテンションが、うん、テンションが、いやーなんかその理由はおいおい話すんだけど、うん、みんなが思ってる理由とはまあちょっと違う理由なんだよね、俺のこのがっかり感っていうのが。どっちかっていうと、うん、まあみんなも知ってる通りずっとね、俺たちの夏休みの宿題としてもう、まあ、まず1個の宿題はジェイレン・ブランソンをちゃんとサインしてね、うん、で2個目の宿題はあのほらね、ユタ対ダラスの試合にうちの上層部が全員行って、両方の相手チームの上層部全員にイラッとされてムカつかれるっていう状況から、その片方をゲットしてもう片方をゲットするっていうとんでもないプラン、壮大なプランだったんだけど、まあずっと交渉した結果、クリーブランドに、スパイダードノバン・ミッチェルが行っちゃいましたとね、はい、毎日朝起きて俺はツイッターとかねニュースとかで来ましたよっていうねノーティス待ちで、まあ1週間ぐらい待ってたんだけど、あそっちみたいな、うんうん、ね、うん、びっくりしたね。びっくりした。うん、うん、リクト君は、いやいやちょっとその前に気になるのが、俺はだからそれをどうなったのか、そうそう、なんで暗いのか、だから、うん、まあまず成立すると思ってた、単純に、うんうんうん、うん、でちょっと心の準備してたわけ。そうそう、心の準備してた。で、うん、ここで成立したら話すときに、まあちょっと払いすぎたなとかって言ってね、あよくありがちなね、はい、うんうん、ちょっと払いすぎたけどまあ一緒っつって、うんうん、ちゃんと本人が来たことの方が大事だからとかって言って、うん、楽しみだねみたいな会話になるだろうなってもう完全に思ってたんだけど、あれ来ないんだみたいな、まずね、はいはい来ないんだは別に良かったの。もうリクト君とも言ってたけど、全然噛み合わねえんだったらもうさっさとね、交渉も無理無理ってもう言って、ずっとだる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 1ヶ月も2ヶ月も話してもしょうがないから、うん、ね、もうとりあえずいろいろ試したけどダメだったねお互いっつって、じゃあさよならってすりゃよかったから、別にああそうなんだって感じだったの、来ないことに関してはね、はい、キャブズに行っちゃったことに関してはそうなんだって思ったんだけど、ニックスがそのオファーしたパッケージが、その前後でまあ噂8割7割真剣な情報3割、まあ誰が言うかにもよるし、側近側近つって誰だか分かんない人たちのニュースソースだし、まあただニュースソースは多分 NBA で一番確かな、ね、ウォージとかシャムズとかその辺から来てるからあながち嘘でもねえだろうっていうような、そのソースから来てるパッケージに入ってたのが結局俺たちの目的とか進む方向性と違ったパッケージが入ってることに俺はめちゃくちゃびっくりしてがっかりしたっていうか、結局入ってたのがね、若手の有望株が全員入っちゃってるパッケージとかがもう現れちゃったから。そうね、具体的にどのパッケージ、うん、具体的に言うとその RJ
IQ、OB ね、この3人だから、みっちゃんが入ってるパッケージは、まあ、別にそんなびっくりしなかったんだけど、その RJ、IQ、OB が入ってるパッケージで、まあまああと何個かパッケージあったけど、まあそれが一番びっくりしたっていうか、そこと交換しちゃったら結局俺たちがずっとここ何年もね話し続けてるカーメロをもらったけどデンバーに全員行っちゃったじゃんっていう、だからあの間違いはやめようねっていう話をずっとしてたこととすごく似てる、そのね若手だけれども将来の僕らの中心になってくれるといいなって思ってる若手だし、うん、一番愛されてるし一番努力してるし一番、まあ、まあ一番価値がある若手だからそういう名前が上がるのは仕方ないのかもしれないけど、でもグライムズとかは聖域だみたいな話とかになってる中で RJ とか OB とかねIQ とかの名前がポンポン出ちゃってそれを正式にうちが提案したにもかかわらずフルスイングでミスしたっていうところがものすごい痛いわけ。やるんだったら何も情報知らないままもう成立しました、蓋開けたら RJ だとえびっくりみたいな、ああでももう決まっちゃったからしょうがないよねっていう気持ちだったらまだわかんない、そんなこと NBA たくさんあるからね、うん、それはもう切り替えが効く。でもよくあるじゃん、トレード成立しましたって言ってフィジカル失敗しましたって結局帰ってこなきゃいけませんでしたとか、トレードに合意しました、えでも片方が合意してないって言い張ってるとか、お金の手続きで間違えましたとか書類の手続きで間違えましたとか、 NBA からちょ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 ダメですよってボグダノビッチみたいになって、結局自分を売り飛ばした球団にもう一回戻んなきゃいけないみたいな、それが一番気まじいことになっちゃうことをうちの若手でオファーしてたことがびっくりした。俺なるほどね、うん、そうか、じゃあ結果がどうとかじゃなくて、そうそう結果がどうじゃなくてそのやり取りのプロセス、うん、あれそれ俺たちの目指してることと違うじゃんっていう話し合いが行われてたことがどうなってんのって今俺は思ってる。なるほどね、うん、そうね、なんかそれでそのチーム内の若手選手の間で気まずいことも起こってほしくないしね、うん、そうそうそう、俺2回売られてるよねみたいな、あなるほど、ね、うん、だそんなことはビジネスだから誰も気にしない気にしないって言うけど、人間なんだから気にするに決まってるじゃん、しかも22歳とか23歳の若者がよ、今までずっとよしこの球団のためにって、で球団からもお前らは球団のためにお前らが将来だね、お前らのためだったら俺たちは何でもね、ファシリティも用意するトレーナーも用意するって、こうやってインプルーブしてこういういい選手になっていった、学ぶんだ学ぶんだって言ってるやつと知らない大人だけのミーティングで、あこいつとこいつどうぞみたいな、ええみたいになるじゃんそんな。そうね、うん、いつも気になるのがその情報、うん、結局、うん、まあトレードがクリーブランドのトレードが成立しましたっていう後に、うん、そのニックスは実は RJ と IQ を送ろうとしてたって出るじゃん、うんうんうん、はい、それどうやって外に出るんでしょうね。あれはジャズ側だよ、ジャズ側が出してんのか、ジャズ側、うちは出さないよ、だって気まずいもん、うち出しちゃってんのにお手つきして戻してんだから、だよね、うん、いやーまあそう考えるとちょっと、うん、若手たちのこと考えるとかわいそうな部分もあるよな。だってうちらはさ、うん、じゃあそこのパッケージにもうフルパッケージでフォーニエ入ってました、あ実はランドールも入ってたとか、なんかそういうねそういう感じだったとか、選手はしょぼしょぼだけどピックが6個入ってたけどうまくいかなかったとかね、うん、例えば RJ は入ってるけど仕方なく、でもピックは2個減ってたとかね、うん、ファーストラウンドピック1個とかアンプロテクテッドは上げない、その代わり RJ 上げるよとかって、そういうなんかディレクションが分かればいいんだけど、うん、ピックも上げてる選手も上げてる、それでフルスイングで相手から
いらねえよって言われてるっていう、それが一番やられたっていうか、だから結局そのがっかりっていうのは交渉相手もすごい悪かったと思うのよ、今回ダニー・エンジっていうね。だからいろんなアジェンダが、結局いろんなアジェンダがあったから、今になって出てきてるじゃん、ニュースで。ね。そうね。うん、ユタは、ドノバン・ミッチェルがトレードをね、ニューヨークに帰りたがっていること自体をよく思ってなかったから、どのみちニューヨークにはあげたくないと思ってた。要は同じパッケージ提案されてもムカついたから思う通りになんかさせねえよっていう。ね。それカワイ・レナードと一緒だよ。ね、ロスに帰りたいからスパーズ出たいって言ってるのは一番遠い国境を越えた北のもう北の網走に飛ばそうぜみたいな、もうそういうノリで渡したわけじゃん、トロントに。それは球団のためにとって一番いいことをやるから、本人のためにとってなんか考えてない。エンジなんてまさにそういうタイプの人間だからさ、結局俺たちはそういう人とね、両親のもとにお互いビジネスしましょうっていう交渉してたと思いきや、向こうには違うアジェンダがあったっていうことが今になって出てきてるわけじゃん。それが俺は嫌だなと思ってる。うん、なるほどね。うん、まあじゃあちょっと宗太郎さんの気持ちをこう落ち着かせるためじゃないですけど、うんうんうん、一つまあ良かったなと思うのは、お願いします、その若手たちがすごくメンタルがめちゃめちゃ強い2人じゃないですか、うん、まあ一番よく聞く、うん、ファイナルディールとして一番よく聞くのが RJ、IQ、うん、で、はい、プロテクトされてない日本、うん、プラスなんかピックスオップとかそんな、うん、だからまあ RJ と IQ のメンタルの強さなら、うんうん、まあちょっと気まずいところがあっても、うん、多分もう最初の2週間ぐらいで吹っ切れるんじゃないかなっていう、そこは安心していいと思います、うんうん、まあ RJ の場合はちょっとビジネス的な要素もすごい入ってたから、俺はあのパッケージに入れたとしても、ビル・ダフィーだっけ、 RJ の、 あのエージェントとは水面下でちゃんとうちのフロントは握っててね、うん、このパッケージでごめん出すかもしれないけど、うまくいかなかった瞬間にエクステンションで契約更新でいいパッケージの契約更新をするよっていうのはもう水面下で握ってたから、 RJ サイドもこれ了承のもとだから、あんまり RJ に関してはなんかまあまあそういうことがあったんだろうなっていう、じゃあお互いいい、あの大人のビジネスしたんだったら大丈夫かなと思うし、あのタイミングですぐね契約更新して、もう契約更新した時点でもうユタ行きなんてその数字的にもう ほぼ不可能に近い状況になったわけじゃない。でも実際起こるはずだったんでしょ、 そこがちょっと曖昧だよね。今なんか行ったり来たりの話し合いがあるね。実際起こるはずだった説、うん、もう一個はなんか更新をした後にもう一回ぶっ込む説っていうのもあったけど、うん、でも結局総称してまるっと後から振り返ると、エンジは俺たちを出しに使ってそもそもビジネスする気がなかったっていう説が一番強くなってるよね。ああ、なるほどね、うん、エンジはエンジならそういう、いやあるある、だって別にニューヨークだったらアホだから、とりあえず無理難題言いつけて一番最初にじゃあお前ら RJ よこせよって、もし RJ のことが欲しくなかったとしても言ったと、ね、そうね、まず困ることを相手に言うでしょ。それでリオン・ローズがアホかガチャンね、うん、Man fuck you って切るでしょ、うん、でその後いろいろ考えてね、無言になるわけよユタは。そうすると無言になられた時って、うん、強気で切った後も考えるわけじゃん人間って。そうね、うん、ね、今までないって言ってたこともあ、でもじゃあ RJ 出したらこれうまいことすんなりもうそれで即決になるんだなと思ってシンキングタイムが入ってさ、うん、で結局夏休み超えたか1週間か2週間超えて、じゃあうちはもうその条件飲んで、その代わりもうこのトレードを絶対に成立させるためにって言ってニューヨークは RJ にも水面下で交渉しながらそれを入れたわけじゃない、パッケージに今まで絶対入れるつもりなかった、うん、
入れた瞬間にエンジがさ、今押せよ、Man fuck you つって切っちゃったわけじゃん。うん、だからこっちはさ、遊ばれてんのよ。それで言うとさ。なるほど、ね。だからこのレバレッジ交渉のさ、結局主導権握りをずーっと続けた最後に決着つけるための1対1の喧嘩だと思ってたら、エンジこっちとやり取りしながら横でシュッとごめんちょっとそっちと契約するわっつってクリーブランドにふいって行っちゃったわけじゃん。クリーブランドとその間なんて交渉してないんだから。そうね、まあ、うん、クリーブランドを正式にもう俺たちはちょっとこのトレードは無理ですって2週間ぐらい前に言ったもんね。一回逃げてんの。逃げてるからね。そう、うん、だから結局はでもクリーブランドってよく考えたらユタのお得意様なのよ、ずっと。そうね、カイリートレードとかがね。でそれはダニー・エンジがボストンの時クリーブランド お得意様だった、うん、ユタとクリーブランドもずっとお得意様だった。私たちユタとクリーブランドのトレードなんかさほど注目しないから誰もそんな大騒ぎしないけど、よくよく考えてみたらさ、ジョーダン・クラクソンとかもそうでしょ、ダニー・エンジ、あ、デリック・ローズとかもそうでしょ。で何人か結局お得意様トレードしてあんま話題になってないの、しれっとやってるから。あ、だから、ね、常連の取引先だったのよ、ずっと。だからビジネスの仕方分かってんじゃん、うん、俺たち新規でお互いどっちが上どっちが上どっちが上とかってわけのわかんないことやってる間に、いつもの取引先もう口座も開設してるし、もう取引先だしみたいな、ごめんごめんちょっとうちのあのパッケージとあれとあれでどうみたいな、あ、いいんすかみたいな、うん、その代わりなんか3本目のアンプロテクテッド入れてよ、お、全然いいっすよ、いつもの取引でっつってガチャンっつって終わっちゃったんだよ、それで。うん、感慨深いね、そう考えると。でしょ、うん、だからパッケージがどうのこうのとかね、その内容がどうのこうので単純な比較してるのが結構ナンセンスだったのかもしんないんだよ、うん、正直言うと。でそれに対して俺は悔しいのが、うち正直に出したくないもんまで出しちゃってるのが結局やしてやられたわけじゃない。うん、で残るのは俺たちは苦い後味しかないのよ。やっべーって出したくないもんまで出しちゃってんのに、挙句の果て失敗しちゃったよ、人何十人夏中頑張ったのにみたいな。あ、だから It just leaves you a bad taste in your mouth. Like you're offering something that you didn't even want to offer. You up the offer and then they're telling you to go fuck yourself, right? なるほど。そのさ、うん、あの、まあ、今回のトレードに関して言うと、すごく、めっちゃ良かった、我慢して良かったっていう人と、うん、いや、これはやるべきだったっていうので、すごい分かれるじゃん。うんうん、宗太郎さんが一番最近に聞いた、その、うん、なんだろう、ソースっていうのは、うん、誰？一番最近に聞いたソース、あ、でも普通にネットとかで聞いたソースとかはマクリーとかその辺だよね。やっぱマクリーか、うん、マクリーは結構深く分析してるよあいつは。そうね、うん、そのクラークソンとかローズもやつが言ってた。いやいや、それはもうみんなその過去のトレードでお得意様だったっていうのは実は知ってたっていうのは、それはね、あのビル・シモンズも言ってた。シモンズが言ってた、うん、なるほど、うん、いやなんかさ、うん、まあいろんなソース聞いて、うん、やっぱフリップフロップしちゃうんだよね、すっごい分かれる、うん、あ、はいはい、確かにこれやるべきだったな、うん、とんで次のポッドキャスト行ったら、うん、いやいや我慢してよかったじゃん、うん、みたいな、なんかだからすごい難しいんですよね今回のあれは。あのリヒト君どっちだったの結局。俺はねでも、うん、一瞬あやればよかったのかなってなるんですけど、うん、でも、うん、結構どっしりと、うん、あの我慢してよかった、うんうん、
サイドですね、うん、その、はいはい、今宗太郎さんが言った若手選手のこと考えたらっていうのはすごいよくわかる、うん、でもまあ、うん、最終的にはビジネスだし、うんうん、今のこのもうちょっとでもなんか噂話あったら拡散される、うん、される時代だからこそ、うん、今の若手選手はそういうのにこうなんていうの、いちいちリアクション したらダメだと思うし、うんうん、そういうメンタルがないと多分やっていけないと思うから、うん、それはまあ別の問題として結果的には安心した、うん、よかったと思った、うんうん、っていうのは僕の俺も、うん、その asking price がね求められた要求がある一定のラインを超えた瞬間からもうさよならでいいってずっと思ってた、うん、なぜならうちの作戦としてはこのトレードが終わりじゃないじゃん、ずっと言ってるけど NYK 再建ではね、うん、ステップ1とか2じゃん、ジェイレン・ブランソン、うん、ね、バーナビン・ミッチェル、うん、プラス何人かで一回固めといてその次のスターに行かなきゃいけないうちのタスクがあるわけじゃない、うん、だからドノバン・ミッチェルに6個とかあげちゃったらね、ドラフト権を次の転がしができないわけ、うん、そうね、だからそれをするためには3つとかでキープしとかなきゃいけない、うん、ね、次にもう3つとか使って違う人をゲットしに行かなきゃいけないから、だからそこはもうラインは引いてた、それはフロントオフィスもライン引いてた、それは分かった、それは全然いいし、 RJ も100歩譲って俺は納得するの、で本人も納得してたと思うのは、うん、なぜかっていうと今回のトレードじゃなかったとしても次の本当に優勝できるメンバーにもしねうちが順調に行った時の次のスターのトレードには必ず入っちゃう、 RJ がパッケージで、それは仕方ないと思う、それがその RJ が必ずっていうか入る可能性がある主力になっちゃう、 RJ は必ず向こうが欲しがるからね、だからそれが1段目で RJ がいなくなっちゃうのか2段目のトレでいなくなっちゃうのかサバイブするのかは分からないけれども、1段目じゃなくて俺は2段目で入っちゃうメンバーだろうなと思ってた、その間に成長するからね、うん、うん、そうね、そうだからそこのショックはそんなになかったんだけど、でも引いたラインに対してピックか選手かっていうどっちかしか上げないよっていうネゴをライン引いてやってると俺は思ってたからごねてると思っててよしよしと思ってたのに、蓋開けたら上げてるんだよ両方もとも、でなおかつ断られてるから嫌な思いして、まあまあコンビネーションっていうのはまあしょうがないし、うん、最初からその、まあね、うん、うん、で本当もうリオン・ロースとは関係なく、うん、俺の中ではもう4つまで、うん、コンビネ、はいはい、その選手とピックのコンビネーション、うん、合わせて RJ 除いて4つまで、うん、例えば IQ プラス3つの指名権、うん、ピックストップはまあいいよその上に乗せて、うん、はいはい、だからまあ今回の単純計算でいくと、うん、ピック2つプラス IQ、うん、で、はい、RJ はまあ自分の中では2人分だったから、うん、はいはい、これはもうオーバーしてるわけですよ、うん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 、だからああやらなくてよかった、しかもまあ5だと足りないとジャズは言っても、うん、それにプラスもう1本、うん、6本アセットをくれないと俺たちはしないぞっていうのに対して、まあ、やらなかったのはよかったなっていうふうにすごく単純に、うんうん、もう一個これ結果論だからよかったんだけど、まあこれ次の話したいんだけれども、うん、やんなかったことによってその残った問題が大きくなっちゃったと俺は思ってるから今モヤモヤしてる。OK、うん、だそれはちょっと後で話すけれども、もう一個トレードだけの話で言ったらクリーブランドのパッケージで実際成功したパッケージ今回、ね、はい、カーリン・セクステン、ローリン・マーケネンと、うん、あの若手君とあとピックね、うん、のパッケージよりもうちが最後にこれでどうですかってもう嫌だけど全部入れましたよっていうパッケージの方が全然いいのよ、RJ 2人プラス2本、いや OB も入ってるやつ、 OB はどこで入れた、どの時点で入れた、
夏休み明け入ってたんだよ。ああ、昔ね。昔っていうか、2ヶ月前とか。そうそうそう。うん、だから、結局、一番いい、まあ、ピックを重要視したとしたら、もしかしたら数で言ったクリーブランドかもしれないけど、次に転がすパッケージとしては、さっきリクト君が言ったように、RJ って、ね、別に再建するには、ユタがね、タンクするには RJ は邪魔な選手で、はっきり言ってエクステンションもしなきゃいけないから、エクステンションする必要もないから、次に転がすために、欲しがったっていう情報も出てるわけじゃない、うん、結局。だ RJ は次にどっかからファーストがもらえるから、結局 RJ を1本とか 1.5 として考えて計算 して、4本プラス RJ だったら、例えばそれが6本になるのかとかっていう考え方だと思うんだけど。うん、だからそれで考えると、クリーブランドのオファーよりも、うちの方がいいオファーしてんのよ。バージョンで言うと、何個も。うん、でなおかつ、やらないでしょ、エンジって。うん、だから結局、このさっき言った、相手がすごい善意のもとにちゃんとビジネスする相手じゃない人と関わっちゃったことがすごい今回大失敗だったなって思って。だからまあ時間の無駄であったことはもしかしたらあれかもしれないけど、結局そういうなんかフェアにしようとしてないやつとトレードしてなかったことはじゃあ良かったじゃないですか。いや良かったんだけど、良かったんだけど、それがいろいろ交渉したけど良かった、あの話はなくなったようで進めばいいんだけど、全部のパッケージが暴露されちゃうのユタ側から。それが痛手だと思ってんの俺は。入れちゃってたこと、いろんなこと入れちゃってた、こいつもオファーしてた、あいつもオファーしてた、え、俺も入ってたの、俺も入ってたのっていう全部のバージョンをユタが暴露してるじゃん。うちは言うわけないからそんなの、ね、だからいろんなことがあって交渉したけど、ニューヨークもユタも合意に至りませんでした、さよならっていうニュースだけで済めばいいけど、今の時代それで済まないから、結局この1週間で聞きたくないことばっかり聞いてるわけよ、内側は。だからここがやっぱりそのフランチャイズのコミュニケーション能力、の腕の見せ所だと思うんですよね。だからその暴露されちゃうのはもうしょうがないとして、ちゃんと若手選手たちに、いや、君たちを出したいんじゃない。どうしてもこのトレードをするためには、だってもうドノバン・ミッチェルが、ね、その、もうトップ、25選手だっていうことは、どの NBA チームも選手も知ってるわけですから、そういったレベルの選手をゲットするためには、君たちみたいなピカピカな、これからどんどん伸びていく、ね、スターになれるような選手が、やっぱりジャズ側としては欲しいから、しょうがなく入れないといけなかったんだっていうふうに、ちゃんと説明して、ごまかさない。ことがやっぱり今のニックスのフロントの最大のお仕事なんじゃないかなって。でもう一つ、だから次の話題にちょっと転換しつつこの話をするけれども、俺が今すごく納得いかないというか、なんでこんなことになっちゃったのかなと思ってるのは、ドノバンとのトレードをしなかったことによって、結局オファーしたパッケージが最初フォーニエとか中心でやってたことがね、サラリーダンプするために、いつの間にか出てくる名前が若手のみんなファンが育てたいと思ってる人たち中心になパッケージばっかりになっちゃったの、ある日とある週間ぐらいから。そうね、ね、でもそれってそもそも俺たちの目的とずれてきちゃってるわけよ。結局ミッチェルを手に入れたいがばっかりに、もともとやろうとしてた路線がブレちゃったのよ、ちょっと。なぜならこれのトレードがうまくいってたら、うちのフロントオフィスはランドル、ね、フォーニエ、ミッチェル、ジェイレン・ブランセン、デリック・ローズとか言っても、もうおっさんメンバーに照準を合わせて、その勝てないのにウィンナーな、これで優勝なんかできないじゃん、なのに若手の 70% 25歳以下とかのメンバーになってる人たちがごっそり抜けて、26歳以上の人たちだけのチームで、なおかつ優勝に手が届かないチームのままスタートすることになってるようなことになってた。だからそれって、じゃあなんでレオン・ローズさ、あのイヤーエンドだか年始まりだかの発表で久々になんか
公式の発表した時にうちには有望な若手がいる、うちにはドラフトピックがいると散々スピーチしたじゃん。うん、その1ヶ月2ヶ月過ぎたこの夏休みで全然違う方向性に行っちゃってること自体がなんでこんなブレてんのっていう思いが今俺の中の問題だと思って、うん、この3週間で何をプライオリタイズしてこのシーズンにうちのチームは入っていくんだっていうことが、オフシーズンに言ってた大々的なオフィシャルな発表とレオン・ローズのそのこのトレード交渉の内容が一致してないわけよ。そうね、なんか、うんうん、これからじゃあどうするのっていうのはあるよね、うん、そうだからこのトレードやんなかったことはすごい良かったことなんだけど、後味が全部悪い、後味のちっちゃい問題が全部残っちゃってて、その問題の今火消しの方がよっぽど俺の中ではこう危機感、3週間でどうやって全員が向く方向同じところに向いて、あ、このロースターで大丈夫なんだって思えるロースターを今フロントオフィスは本当に後処理を一気にドラスティックにやらないと、今いるメンバーでそのまま、はい、もう一回巻き戻しましょうは絶対ダメだと思うよ。次のそのおこいつ取れそうだなっていうスーパースターが出てきた時に、うん、また同じことになるのかなっていう心配があるよね。そう、うん、だから解決策としてはもう本当に早急にフォーニエ、ランドルを必ずどっかとディールシーズン前にしなきゃダメだと思うよ、トレーニングキャンプ前に。うん、じゃないと、だってこのままトレードにもパッケージとして出してましたね。このままシーズンオープンしたらランドルが控えなんてありえないでしょ。30分絶対プレイするじゃん、うん、フォーニエはもしかして控えになるかもしれないけど、じゃあうちの若手が希望ですって言っといて、また同じ問題に戻ってるわけよ。去年のうちの若手が全ての希望ですって大々的に発表しといて、プレイ時間上げないっていうさ、同じことの堂々巡りになっちゃってるわけよ。そうなのよね、うん、ラストトレードしますか。そう、それで言うとまたユタとレイカーズが今度話し合い始めてるでしょ、うん、ねえ、ダニー・エンジがうちに対するさ攻撃が2段階攻撃だったら最悪だよこれ散々うちといろんな交渉しといて、うちにね27年のファーストとラスが行くのをただ防ぐためにクリーブランドのファースト29年とかを上げて27と29ただスワップしただけでラスゲットしちゃったりとかした日にはもううちは不良債権も処理できないね、何にもできない、根本的にうちの球団を5年以上セットバックするみたいなとんでもない作戦になっちゃう。本人がそう望んでるかどうかは別として。そうね、うん、いやー、なんかなー、ホーネッツはどう？まあ、しょうがないから、今だったらもうぶっちゃけランドルにファーストを1個つけて、ヘイワードとスワップして、ヘイワードにはもうね、ヨタヨタだから、そんな、デリック・ローズぐらいの役割で、OB をスタートさせて、OB のバックアップでヘイワード使ってワンシーズンやるんだったらファンは納得すると思うよ。でもこのままのロースターでリクト君考えてみ、トレーニングキャンプまではごまかせると思うけど、開幕試合デトロイト戦でうちのファンは何をすると思う、このロースターが出てきたら。いや、あのロースターまではいいんですよ。うん、OB がまた12分プレイングタイムもらった、うん、そしてランドルが個人プレイ、うん、もうドライブでターンオーバーした瞬間に、うん、
Get him out of here! ブーンでもうクライドとブリーンの声聞こえなくなります。聞こえなくなると思うし、俺多分もうスタメン発表された時点でブーイングだと思うよ。デトロイトになんか誰も眼中にしてないじゃん。自分たちのロスターのことで不満がいっぱいだから、ランドルが出てきた時点でずっとマディソンスクエアガーデンブーイングで、でベンチに座ってる OB 何もしてないのにずっと We want OB、うん、We want OB って、試合に集中できないって。そんな環境になったら本当にこれ現実じゃん。うちらのもう分かってるじゃん、それが起こること。うちのファンだったら必ずそうなるから。去年の最後の方同じだよね。でしょ。どんなにティブスが去年の最後 OB のことを認めて、 OB は一流選手だってね、バーマン通じてリークして OB の信頼してる信頼してるって発表したって、ランドルがいる限り契約上ね、契約の内容上、球団の経営上、 OB に35分上げてランドルに12分にするなんてできないんだから。それはティブスが決めることじゃないじゃん、球団として決まっちゃってることじゃん。払ってんだからお金。じゃあさ、この1ヶ月ぐらいで、うん、ジュリアスをトレードできないと、うん、ね、ちょっとこれ難しそうだなって感じ始めたら、うん、どういう記事が次は出てくると思います？まずはランドルがずっとブーイングされるでしょ、全ての試合で。うん、あでも、ね、そのプレシーズンとか始まる前に、ああ始まる前ね、ファンのね、そのイライラをできるだけこうソフトにするためにどういう記事が出てくると思う？ソフトにするため、うん、ブーイングするなよ、するスタメンでするなよっていうのを、あのいやだからランドルのコンディションがすこぶるいい、4位になったその2シーズン前のコンディションになったとか、ランドルが去年の自分は自分じゃなかったとか絶対出てくるな、ね、絶対出てくるでしょ去年の自分は自分じゃなかった、自分を見つめ直してチームにとってそのコートの中だけじゃなくてコート外のリーダーになれるようにもっといい人間になろうと思うとかね。プレイヤーズトリビューン出てくる、プレイヤーズトリビューンとか、うん、ねとか、 OB とランドルがすごい兄弟のように仲いいみたいなね、うん、今からもうすでにチラチラ出てるでしょ、うんうん、OB がスモールフォワードをできるようになったとかね、なったとかね、うん、OB の3がめちゃ入ってるとか、うん、ねとかなんかわかんないけど、カーメロ取ってカーメロが間に入ったからジュリアスが変わった人間になったとか、なんかジュリアスボール持ってバスケした初めの日から今日までプレイスタイル変わったことないんだよねそれミニバスで始めたのかどこで始めたのかわかんないけど、生まれて初めてボールを触った日から今日までプレースタイル変わってないんだからだから楽しみだね、それをジュリアスを求めるのはかわいそうなのよ。そういう選手だっていう評価をしてね、セカンドチーム NBA にまで行ってニューヨークの柱になってあの契約を渡したわけじゃん、うちらは。でもアジェンダが変わっちゃったで、チームの向く方向と行く方向と優勝を目指すタイムラインが変わっちゃったじゃん。28歳のジュリアスに今合わせたタイムラインで進んでないわけよ、球団の経営は。それを彼をね、所属させたまま置いといて、それで契約書35分出て、もうボール触るたびにブーイング、毎晩毎晩自分のホームでブーイング。自分を一番応援してくれた人たちからブーイング食らってみ、そらもうふてくされて余計パスもしなくなるし、それかもうパスばっかりしてシュート急に打たなくなってまたディスられたりとか、もうブレまくるわけよ精神的に。
だったらフロントオフィスはこの1週間この2週間で新しい環境を見つけてあげないとダメだって。そうね、可能性としてよ、うん、このオフシーズンめっちゃ細なってるじゃないですか。なってる、うん、ジュリアスが逆に3番できるようになった。だからもうその説俺が言ったじゃんよ、1ヶ月前に言ったっけ。リクト君鼻で笑ってたじゃん。ありえねえそんなのとか。そうね、ちょっとでもこれニュースで出てみ、うん、ポストとかで、うんうん、おおっつって俺たち読んじゃうからね絶対。リクト君3番できるらしいよっつって。これで30試合は持つね。俺らアホだから騙されて30試合ぐらい持つ。25試合から30試合持つよ多分。ああ、うわ、ダメでしょそれじゃ。それじゃダメなんだって分かってんのよ。ああ、うん、分かってんのよ。ほんと今危険な方向にめちゃくちゃ進んでんのよ。本当危険だね、うん、これは。いやもう本当もう若手リセットしてその若手中心でいくっていうのでいいじゃん、シンプルに。言っちゃったじゃん自分が、レオン・ローズがそうやって、うん、そう。じゃあなんでなんでトレードの交渉してる時に全部のパッケージが後半若手しか出てこねえんだよっていう。だから俺危険だ危険だって思ってるわけ。そのトレードしなかったことは別にいいのよ、どうでも。そもそもだって ね、そもそもジャズはもうムカついてて、そんな行きたいところになんでうっちらが行かせなきゃいけないんだよと思ってたんだから。そうね、うん、いやどうなるんだろう。いやでも本当これ早急に考えないとこのままトレーニングキャンプって無理だぜ絶対。そうね、うん、みっちゃん契約交渉したからもう5番みっちゃんじゃん絶対ね。でジェイレン取ったから1番ジェイレン・ブランソンでしょ。で2番グライムズが上がるんじゃないかって言われてるじゃん、スタメンぐらいまで、うん、ある日突然聖域になっちゃったからグライムズはこの夏だけで急に、うん、なんかフランチャイズプレイヤーみたいになっちゃって。で RJ3 番でしょ、うん、でジュリアス4番じゃん、うん、ね、IQ は多分デリック・ローズとカーリバンコに12分ぐらいしか出れない。 OB は6分とかだよまた。いやほんでキャムなんてもう0分じゃん。そんなキャムなんかだからなんですぐ動かさないんだよこの夏。いる場所なんかないじゃん。いやーだ早急にレイカーズともうズーム、毎日ズームレイカーズと。うまくいって、うん、ジュリアスとフォーニーをトレードできたとしましょう、うん、キャムも入れてあげないとかわいそうだよ。じゃあまあキャムも入れましょう、うん、キャムも入れてあげよう。もうお金とかじゃなくて、うん、うん、そう、もしそれができたらで、まあ向こうから来るのが誰か、まあ、例えばラスやとして、ね、うんうん、でラスのことはもう即バイアウトじゃないですか、うん、バイアウト。そのチームを想像したときに、うん、宗太郎さん的にはワクワクする。するよ。それで35勝でね、うん、OB スタメンして30分任せたときにどういう選手なのか、どういうポテンシャルがあるのか、どういう伸び率なのか、バストなのか成功なのか、それが知りたくてドラフトしてんじゃんだって。うん、ね、IQ。ね、次のステップいけるのか、バックアップジェイレン・ブランソンと IQ のワンツーパンチで大丈夫なのか、グライムスね、ジェイレン・ブランソンと一緒にタフなねディフェンスができて、ね、スペーシングできたらスリーボンボン打っていい感じで成長できるのか、 RJ ね、ジュリアスが
ね、抱えてた全部の荷物を RJ が自分の肩に乗せて、ね、本当にうちらだけのスーパースターじゃなくて業界が認めるスーパースターにちゃんとなれるのかどうか、 RJ のことだから本当に努力家だし地味にちょっとずつ俺はなっていくと思う。だけどスーパースターかどうかっていうのは分かんない。でもコーナーストーン代表のスターにはなれると、うん、ね。でそこにじゃあメローとかデリック・ローズとかそれサポートでね、本当に 10分とか12分でいいけどお兄さん的な役割の人アイゼア・ハーデンスタインとかも入れて結構ね、モバイルなチームをやって35勝だったら何の心配もない、ね、そうね、それで40勝それで45勝とかってなったらこれが俺たちのフランチャイズじゃん。だって、うん、で、うん、来年再来年またスターが出てきたら出てきたらそのタイムラインがあったら、うん、それはどんどん入れていくべきだと思うよ。でもそういうワクワク、そう、トレードっていうか、まあ、どういう形で入れるか分かんないけど、そうやってワクワクしてるいいポジティブなエネルギーが流れてるチームには他の選手だって行きたがるじゃんね、うん。今のグリズリーズとか2年前とかでじゃあみんなはい俺行きます行きます行きますって言ってなかったと思うけど、今のグリズリーズだったらもうワンピース俺が入ったらあそこ優勝チームコンテンダーになるかもしれないなって思ってる人たくさんいると思うよ。いるね、うん、ね。だそういうチームになれる可能性があるけど今咳止めしてるわけじゃん結局、うん、そうね、それをね。だからそのダムが閉まっちゃってるからさね。それはだから我々が挙げた契約が別にあの時は喜んで挙げたからジュリアスにね、それは悪かったと思うけど、でも失敗だったっていうことを発表してもいいと思う今になった、うん、でそれにワンピック挙げても俺はもうこの時点で彼のマーケットバリューないと思うからワンピック上げなきゃいけないと上げてもいいと思う。軽めのね、自分たちのじゃなくて、そうそう、軽めのやつ上げてもいいと思う、うん、それによって得られる、ね、若者たちのそのゲートを開けて、ね、ドッグランみたいに走らせてあげる場所を今与えていないんだからさ、その彼らが羽ばたける場所をもらう方がワンピック上げることよりもよっぽどいいことだと思うよ。そうね、本当もこういう感じやもんね、うん、羽広げるスペースがないから。そうよ、そうなったらさそれを 3,4 年繰り返してみ、それはもうちょっとさ違うとこからオファー来たらさ自分のプレイングタイム欲しいからニューヨークは大好きだけど僕は自分が幸せになるためにここに行って頑張るよって言って見送んなきゃいけなくなっちゃうよ、うちら。うん、うん、じゃあきついな。そうだから今だからそのドラフトが失敗したことのリアクションなんか結構どうでもよくって、この1週間2週間で本当にその処理チームの整理整頓を早急にフロントオフィスがやんないと今度フロントオフィス問題になるよ。なんかさ、うん、ああよかった、安心した、うん、ユーロバスケ楽しもうって言ってる場合じゃねえな。なんないなんない、今もう火事今いろんなとこからもう台所もぼや、なんかお風呂場からもチロチロ出てる、なんか屋根裏もなんか臭いみたいな、どうしようどうしようって感じよ。火消ししないとマジで。ちょっともう去年のランドル見るのは、うん、もう去年ランドルアレルギーですから、うん、本当もう見たら多分吐き気するし やめてほしい、ね、それはやめてほしい。俺たちがそう思ってんだから、うん、チケットホルダーの毎回 MSG に行くもっと熱狂的なファンなんて命かけて応援してんだからものすごいブーイングになるよ。だから多分チームが崩壊しちゃうよ。うちらはだってさ伝えるチームじゃん、ファンが自分たちの思いをね、うん、
言われたままになんか、あそうですかって納得いかなかったらふざけんなよって言うファンなんだからさ、一番どこよりも相手チームどうのこうのじゃないよね。もう誰が対戦相手とは関係ないよ。ジュリアスが出てきた瞬間にすんごいブーイングが続いちゃうから絶対無理だと思うよ。ちょっとさ、うん、ジュリアスを、うん、ゲットしても良さそうなチーム探しましょう今。まあ一番わかりやすいのはヘイワードだろうね多分。そうね、うん、やっぱ噂に出てるチーム以外ないかもな、うん、ボストン、ブルックリン。ヘイワードはさ、うん、あのなんていうの、プレースタイルがパスがうまいから、うん、その行ったとしてもまだちょっと害は少ないっていうか、なんか自分のもう今となっちゃう役割分かって所属してくれると思うから。そうね、オフボールでできるから、うん、そう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 、シュートもうまいし、うん、だ そういう同じそういうなんか契約金がでかくてあんまり活躍もできないとかっていうんだったら、そっちのタイプの方が絶対いいってチームにと思って、うん、そうね。いやあと誰で、もうあとラスでしょ。ラス、うん、まあシーズン始まってその何ヶ月か経って、うん、いや噛み合ってねえなっていうチームを狙うっていうのは一つの手ですけど、まあできればシーズン始まる前にそこまで内が持たないよ、そこまで内が持たない、うん、今の時点でちょっとでもじゃあ可能性あるチームあったら止めてくださいね、今から30チーム、うん、はいはい、29チームか、はいはいはい、ボストン、ブルックリン、フィラデルフィア、あり、あり、オッケー、フィラデルフィア、じゃあブルックリン、なんでありか、ちょっとブルックリンはだってもうさ、あのオンペーパーだからもう何の当てにもならないんだけど、あそこってもう書類上のチームだから実際集まるのかどうかも当日まで分かんないから、みんな書類上のチームだけど、でも結果出ないともう、うん、カオスじゃんあそこって、ぶっちゃけ。そうね、もうワイルドカードだっていう理由だけで、うん、だけでだけで、うん、もうそれだけで、オッケー。でジュリアスはさ、サボらないじゃん、ぶっちゃけ。What? No, 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 no. あ、I mean, 試合、like, 一応、いやいやいや、He shows up. He shows up. Okay, that's a good quality. He shows up. Yeah. Yo, man, I'm talking about showing up. Yeah, I'm talking about showing up to work. Okay. それすらできないんだから。そうね、ネッツは。ああ、なるほど。ネッツはそれすらできないんだから。スタンダード低すぎる。会社に来ねえんだからだ。そうね、会社来ねえやつばっかりなんだからだって。ディフェンスはサボってるけど一応いるからな。いるかじゃあいるだけいいよ、まだ。だっていねえんだもん。どうでつって呼んだらいないんだからだって。いないから。そう、いない人使えないでしょうだって。確かに。OK、行きます。フィラデルフィア、トロント。ね、トロントも無理だろうな、ちょっと2、3年前シアカムが調子悪い時だったらできたかもしれない。あ、無理だよ。あ、シカゴ、うん、シカゴ、クリーブランド、シカゴ、あ、シカゴ無理だな。シカゴもクリーブランド、うん、クリーブランド無理よ、もう出来上がっちゃってるもん、うん、シカゴはアイデンティティ的には合ってるけどね、もう合ってるけど、もうちょっとお金がないから、もう、そうね。うん。まあ、例えば、デローザンがもうボロボロで、今シーズン、やっぱ、ちょっと年取ったなってなったら。うん、まあ、あと、ロンゾがなんか怪しいんでしょ？何、怪我的に。うん、膝が。だからもう、その、例えばもう、その2枚がもう、全然今年ダメだってなった時に、絆創膏貼るみたいな感じで。うん、あるかもね。ク、ね、リーブランド、ないない、デトロイト、デトロイトもないだろうな、ケイドが若いしね、うん、若いしタイムライン合わない、うちと同じ問題になっちゃう、デュレンもいるし、う
あそこはこれからどんどん上がっていくだろうね、インディアナあるだろうね、インディアナは。あ、サボニスがね。そうそうそう。あ、サボニスちゃうわ、いない。ちゃうちゃうちゃう、ターナーとかあの辺よとかの処理、誰か処理するでしょ、あそこタンクするから。ただジュリアスがそのタンクすることに対してどう思ってんのか知らんけど、ターナヒールドらへんが怪しい、ね、そう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 、ミルウォーキーないね、ミルウォーキーは。アトランタ、アトランタ、コリンズとスワップ、向こうからしたらする必要がないな、そんな。そうなんだよ、同じじゃねってなっちゃうから、ね。で、まあ、ホーネッツ、さっき話した、ね、マイアミ。マイアミ。まあ、マイアミ、どうだろうな。マイアミ、噛み合わなかないけどね、マイアミだったらどうにでも。どんな選手でもマイアミマジックで変えちゃうから。ただニューヨークがパットライリーとビジネスするのかどうかはちょっと分かんないね。そう、オーランド、オーランドも合わないっしょ、デトロイトと同じカテゴリー、合わない合わない、バンチェロとかだから。ワシントン、ワシントンか、same difference だよね、ワシントンもね、ぶっちゃけ。そうする、あの男とトレードしませんか。いやいや無理だわ、そんなの。バイアウトでしょ、すぐ。デンバーか。デンバーも向こうが嫌がんじゃね。そうね、だ例えばもうちょっとこのビッグ3はあかんってなったらだけど、でもまあこの1年2年は絶対、ないね、ミネソタないっしょ、ポジション的に、はい、どうする、またキャットがニューヨークに来る噂が出始めたら。キャット1回だから、そのボゲボゴボゴベールとがっつり組んでからじゃないと今は無理でしょ多分。OKC、SGA、クレーンだったらいいよね。SGA 狙いで行くのはありだと思うな、俺は。ちょっとシェーは、俺たちに、俺たちが望んでるスターより、年が行き過ぎてるから、みたいな、俺たちはもう17歳だけを集めまくって、まず未成年じゃないとダメだっていう条件で言うと、シェーはもう、すごいベテランになっちゃうから。で、ランドルは、あのパターンね。一回お消し行って、一回ちょっと、ワンシーズンレストして、その後どっかに行って大活躍する。アルホーフォードタイプ。ポートランド。ポートランドあるだろうね。だポートランドはさ、一時期もすごい噂あったじゃないですか。噂あったね。でももうジェラミー・グラントゲットしちゃったもんね。そっか。あ、そうだ、忘れてた。埋まっちゃったか、あそこの枠。ユタ。いや、ユタはもうちょっと。ウォリアーズ。余るとは思うけど、相手してくれるかな。ああ若手もらう？若手、ああ怪我だよね。ドレイモンド、まあでもな、代わりにとしてはちょっと役不足だけど、どんぐらい主力の4人が怪我がやばいかによっては何かしなきゃいけなくなるからね、向こうも。そうね、もう次のチャプターに移りますっていう時に、そのつなぎ役としてランドルが入る。そうだね。クリッパーズないんじゃない？もうあそこはだってすごい層が厚いでしょ。
そう、今年優勝候補ぐらいになっちゃうんじゃない、もしノリノリだったらどうなるか分かんないけどね、そのあのニュー、OS をインストールした河合がどんぐらい再起動して仕上がってるのか分かんないか、あやばいっしょ今回のバージョンも、うん、来てると思うよもう、レイカーズはさっき、ね、レイカーズあるっしょあるっしょ、うん、サンもうレイカーズさごめんレイカーズはさ、うん、もううちピック27年のピックとかもういらないから人と人の交換しようっつってランドルとフォーニエ for Russ for Russ でいいじゃん別にもうピックとか やめようっつってもうピックもうそっちで使ってくださいっつって1本は欲しいなでもでもうちだってあげることになるよ今のランドルだったらいや向こうのこと考えるとうんだってタレント不足だもん向こう、まあ、向こうの問題を解決してあげてるっていう意味ではなんか欲しいけどあの27年ピック本当にくれんのかなっていうのはちょっと分かんないねまあでもフォーニーキャムでキャムクラッチでしょクラッチだっけうん確かだからフォーニーキャムランドルで上げて向こうは一応メンバーちょっと揃穴埋まりましたみたいな感じででランドルあランドル上げてでラスもらってラスプラス1本、うん、そうねまあ理想でももう上げてもいいぐらいだからくれなくてもやっぱりあ動かさないとロースターをうちはピックがどうのこの言うてる場合じゃないかもしれないもしかしてサブストラクションすることでアディションになるか、うん、そう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 比算による足し算ですか、うん、じゃあサンズうまくいかないんじゃないそうね、サンズもちょいちょい噂はあるけど、うん、なんかこの辺クラウダーとかね、うん、うちが作ってる噂って感じだね、うん、そう勝手に作ってんだよ勝手にもう何とも言ってない、ね、ランドル4、ランドル2サンズあったじゃんあれ本当やってほしいよねだったらああ、うん、向こうはやっぱディフェンスをものすごい大事にするでしょ、うん、ウィングの、うんちょっと難しいんじゃないかな、うん、サリッチサリッチとその辺だったらいいよねぶっちゃけ、うんうん、もう何でもいいよね何でもいい何でもいい、うん、キングスキングスいらんやろサボニスいるからそうねボールが足りないよありねえしもう、うん、もうキングスはなんとなくキーガンマレーで癒やすっていう感じするもんね、うんうん、彼はいい選手だ、ね、ダラスダラスちょっとね地元だけになんか活路を見出したいね本当は、うん、ちょっとだからさ、うん、なんかあやっぱルカのこのハイピックアンドロールちょっと愛想的なスタイル、うん、無理だなもう一人、うん、こうハイポストら辺でプレーメイクできる選手が必要だ、うん、クリスチャンウッドも今年ダメだったみたいな、うん、そういうので来年売り込むっていうのはあり得るかなとは今はやっぱりジェイレン・ブランソンただで歩かれちゃったっていうのでやっぱ苦いねもう大失敗じゃない、うん、オフシーズンダラスが今のところそれで言うとねうちにやられちゃってそんな時にうちのに協力的な取引なんかしてくんないと思うよそうだから向こうがちょっと、うん、向こうが困ってないとダメそう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 、うん、こっち困ってる時うっせえよって言われる今だったら、うんそううん、でもなんだかんだ言ってまあ姉妹校じゃないですかうちとダラス、まあね、だから人はね、うんうん、だからどっかでもなんか機嫌よくなったり、まあ、ルカ次第だねルカが欲しいっつったらやるけど多分対球団としては今いい関係じゃないよね確かに、うん、ルカが
ちょっと俺もうウォール触んの疲れたわ、スポットアップもたまにはしたいわ、言ってくれたら言うかな言うかなハイポストでヘイ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 2人とも言っちゃってもどっちかどけよってなるでしょ絶対いやーそうね、若いうちはないな、あるかはないだろうな、うん、でもまあ今回例えばスロベニアのユーロバスケで、うん、はいはい、やっぱドラギッチがこうやってポイントがやってくれて、うん、俺ウィングで突っ立ってんのも悪くねえなみたいな。いやだからそれで言ったらダラスはポイントガードをゲットしに行くよ。ジュリアスポイントフォワード役でどうですか。あれってポイントフォワードって概念が違って持って突っ込むことがポイントフォワードじゃないからそれで壁にぶち当たったら飛んでから振り返って誰がいるか調べるからそれおめえミニバスでも怒られるぞそのプレー飛んでから考えるってパスする気ゼロ、ね、ゼロどうしてもこれもうアップアンドダウンになるわ、トラベリングになる前にとりあえずっていいだな。そう、それですよ。もうヒューストンもまあ分かって中心、まあ合わないだろうな、うんうん、メンフィスもダメだね。まあ JJJ がなんか大怪我とかしちゃったみたいになんない限りは。そうね、ペリカンズ、イングラムいるしな、今 CJ もいるしな、ザイオンもおるしな、ザイオンもいるしまあちょっと上になっちゃったね向こうの方が。そうね、ちょっとそれこそ1年前だったらありえたかもしれないけど。で最後にスパーズ。スパーズか、大穴でスパーズあるかな。あでもほらスパーズタンキングしなきゃいけないから。そうね、ちょっと勝っちゃった、ちょっとだけ勝っちゃったりしちゃうのよジュリアスいると。あ、うん、バイアウトできない選手だから、選手というか契約だからね、うん、これ最後の契約の最後の年とかだったらありえるけど、そうそうそう、ちょっと見えないな、うん、それでいくとレイカーズ、ポートランド消えたでしょ、消えたね。レイカーズ、サンズ、噂は。レイカーズ、サンズ、あと俺らがいいと思ったのは、ホーネッツ、ネッツ。ネッツ。ネッツ、普通に合意したら受けるけどね。そうね。逆にあの、渡辺選手、こっちに欲しいよ。かわいそうでしょうがないよ、もうネッツにいたら。そうだろうね、うん。ボールなんか来ないよ。うん、なんかこう、プレシーズンでめっちゃ活躍して、うん、でもやっぱネッツはもう違う方向に行きますと。うん、契約保証しませんってなって、はい、もっといいカルチャー、いいフィットのチームにサインされてほしいな。うん、でも、もしブルックリンに残るとしたら、ちょっと、それはそれで楽しみじゃない。まあ、楽しみでは、そうそう、見に行ける楽しみはあるけど、今のネッツのロッカールームにいたら、本当に大変だと思うよ。疲れるね。ああ、疲れる。うん。わからん、もう本当に。とりあえず、セスカリーとかパッティ・ミルズにいろいろ、まあ、教わって。うん、まあ、その辺と仲良くなるのがベストだろうね、多分ね。うん。あとさ、まあ違う話で言うと、うん、RJ の契約、うん、どう思った、うんうん、いや、いい契約よ。なんかトレードのザサクさんに紛れてネガティブなニュースみたいになっちゃったかもしれないけど、とってもいい契約。そうね。だから、うん、この番組でも言ってた、そのギリギリマックスではないけど、うん、ちゃんとリスペクトしてますよっていうね、うんはいはい、君のこと大事にしますよっていう。うんうん、契約だったんで、ちょうどなんかストライクゾーンに入ったんじゃないかなって感じ。例えば総称してリクト君は今どういう感じのチーム
状態だと思ってるの？俺はほら今ボアって言っちゃったけど。いや、まあだから結局はその、サブストラクション、引き算をちょっとしないと、選手多すぎるし、おっさん選手が多すぎる、若手選手、結局その OB が最後の方爆発したのは、ね、去年のレギュラーシーズン、ジュリアスが出なかったから、そこは全然解決まだできてないから、まあもうこの30分話したトピックですよね、結局は。でも本当にそのトレードは成立しなくてよかったなと安心してます、やっぱ自分の中では、そのものすごいうまくいったらもちろんそのブランソンゲットして、でミッチェルゲットして、でまあ次だよね、3人目が大事だよね。でもその3人目ゲットするのって意外と難しいじゃないですか、一番最近で言うと俺たちもよしあまりゲットした、おカーメロ来た、もうこれはもうあクリスポール来てくれるわ、ならなかった、あまり怪我した、若手はもう全員デンバーに放出して、もう踏ん張って踏ん張って3年間は良かったけど、その後の7年ぐらいは超つまんないバスケだったじゃないですか、でそこには戻りたくないから、それよりかはちょっと今回ディフェンシブでそのピックとかを、ね、日本までって言ったし、言ったからミッチェルは来てくれなかったけど、でも結果的には、なんかこっちの方が育成に集中できるし、良かったんじゃないかなとは。ただ、ね、育成に集中するためには、やっぱフォーニエとランドルはいてはいけないと思うから。で、まあ、フォーニエはまだね、その、セカンドユニットに、のゴーツーガイとして、じゃあお前は、ね、年間17ミリオン上げてるけど、でも、ごめん、スーパーシックスマンとして頑張ってくれっていうふうにはできると。やっぱジュリアスはどう転んでも、放出するか、本当にもう3番できるようになってないと難しいかなと思いますね。またそのじゃあこのロスターでも若手使えばいいじゃないですかって気軽に言う人いるけど、契約のストラクチャーもそれを許さないし、そもそもそういうことを望んでないヘッドコーチがいるからさ、俺たち何十試合アレック・バークスポイントガードで使った？いや、Don't remind me ね。今年それ見なくていいっていうのを考えると本当でしょ？全然悪い人じゃないんだけどさ、あの人こそかわいそうな目にあったよね。だってそうね、ポイントガードじゃないからな。ポイントガードじゃないの、ポイントガードやらされて、みんなから散々こいつポイントガードじゃねえ、なんで使ってんだっていう60試合ぐらい使って、ほんでデトロイトンみたいなさ。それかわいそうだよ、そりゃ。でもそういうことをするって分かってるティブスを、フロントはさ、自分たちで選定して監督として就任させたわけじゃん、だからそこの認識のズレが俺は早急に正さないと、ずっと同じこと言ってるの、就任した時からね、再建に向かない監督だからどうなんだろうって、要は悪い監督じゃないけどウィンナウな監督だからどうなんだろうっつって、でなんか結局4位とかになったシーズンとかがあるか、もしかしたらマジでウィンナーなのかなって思っちゃったけど、でもまやかしの4位だったから俺たち今振り出しに戻ったわけじゃん、ね、でその育成が得意じゃない監督と育成をしますって宣言して育成する選手をトレードパッケージにいっぱい入れちゃったフロントコートとフロントオフィスと
実際に頑張ってる若手たちとこの歪みの構造がさ、やっぱファンとしてはどっちでもいいから振り切ってくれよって思うのよ、その球団経営を。そうね、うん、はあ、まあそのフロントオフィスって、うん、こうドカーンっていうトレードが出ない限り、まあバックグラウンドにいる立場じゃないですか、うん、はい、だから彼らなりにいろいろ考えてるんでしょうけど、うん、でいろんなね、そのトレード、ほら、一つのトレードをちゃんと成立させるためにはもう50個ぐらいのオプションをこういうふうに提案しては、うん、こう戻ってきて、うん、じゃあこれはどうですかっていうふうに言うって言うじゃないですか。だからまあ今回も多分その俺らからしたらビジョンは何なんだよっていうのがちょっと不安、うん、すごく不安、うん、だけどまあおそらく彼らのビジョンとしては、うん、若手はどんどんこう育てていきたい、うん、でも交通外になれるようなスーパースターが、うん、違うチームから横取りできるっていうシチュエーションが来たら、うん、もう若手は犠牲にして、うん、トレードしちゃってゲットするっていう多分ビジョンだとは思うんですよ。だから、うん、次に例えばね OKC が、うん、ちょっとシェイは、うん、あいつおっさんだから、うん、トレードしたいってなったらもしかしたらまたさ、OB、IQ、グライムズ、トレードしますとかっていうなんか悲しいことになるかもしれないけど、うん、でもなんかなんだろう、とりあえずそのビジョンが、うん、もうちょっと見えるような方向、うん、コミュニケーションしてほしいなっていうのはあるよね、うん、もうちょっと、うん、リオン・ローズが。でもそれで言うとリクト君のパターンで言うと今の若手たちは、うん、大きいスターがのチャンスが巡ってきた時に放出するっていうことを視野に入れて育てていかなきゃいけないってことだよね。 それで、そうね、うん、だ悲しいんだけど、悲しいよね。で、うん、もう唯一そのそれを突破してフランチャイズの柱にね、一本柱じゃなくて3本目か4本目のしっかりした柱にブレイクスルーできる可能性があるとしたら RJ だよね。うん、そうね、3番手ぐらいになれそうな、うん、でもその何番手になるかの見極めをするために先シーズンとか今シーズンを使わなきゃいけないところを、うん、やっぱりベテランを優先に使ってね、その見極めなきゃいけない選手を6分とかしか使わなかったら、うん、その相手のトレードする相手だって何やれる選手なのかは分かんないし、うん、こっちもそいつがキープする方がいい選手で自分たちのフランチャイズのために、それともある程度まで育ててアセットとして出した方がいい選手なのかっていうのの見極めが効かないから、うん、そうなるとすごい難しい話なんだけど、またティブスとのバランスが悪いっていうか、ローズとかって本当は25試合ぐらいプレーさせてすごい調子いいところでトレードしなきゃいけないの本当は、今シーズン。それがうちらのやんなきゃいけない仕事なの。好きとか嫌いとかは別として、でクイックリーのための時間を与えて残りのね50試合ぐらいでクイックリーがどういう選手なのかっていうことを俺たちも見極めなきゃいけないし、他の球団もそれを体現しなきゃいけない。そうね、だからマクシーとかみたいな評価にしていかなきゃいけない。ハリバートンとか。うん。そのためには、好きだからってとか、今うまいからとかっていう理由でローズをずっと所属させとくとかっていうのは、本当はやっちゃいけないことなの。
でもティブスって自分の信頼してる人を優先に使う監督じゃない、勝ちたいからね。だからその歪んでんのよ、行きたい方向とやってることが。すごくですね、どうなるかね。いい、そうなのよ。だからこれ今年結構課題多いよ、リクト君。多いよね。うん、これまた1年さ、なんかもう分かりきったベテランの実力を見続ける必要ないじゃない。フォーニエを、これからフォーニエがどれだけ新しい技をなん、誰も期待してないから。ビバフォーニエが最高だってことはみんな分かってんだから。ね。え？そう、だから、どうすんのってのあるよ、めっちゃ。そうですよ。うん。じゃあ、どうします？最高、じゃあ、最高の、リクト君が見たい最高の、うん、スターティングラインナップとか、ミニッツのラインナップ、今期待してる人たち。いや。だって俺たちさ、みんな好きだ、好きだ、好きだって言うけど、うん、本当のところ生き残れる人って本当に一握りじゃない、今のニックスにいる中でもね。うん。気持ちとしてはジェリコとか大好きよ。もう、子供のように好きだけど、うん、じゃあジェリコが、ねえ、エイトンになるのかって言ったら、本当はそんな可能性ないじゃない、はっきり言って。うん、だから、このチームの、本当に誰がコアパッケージなのっていうのを、リクト君はどう思う？いやそうね。まあ、まずは、やっぱ RJ。うん。グライムス。うん。そのグライムズは、うん、まあ、今回のプレーオフ、ファイナルとか見てたら分かるように、その長い、まあ、3&D 系は、どのチームにも必要だなっていうのは分かるじゃないですか。うん、そうだよね。うん。だからグライムズとかも必要で、今回のほら、クリーブランドから、うん、ジャズに行ったオーチャー、バージーとかも、はいはい、だからジャズは取ったわけじゃないですか、うんうん、今取ったら取ったからといってそのタンク、タンキングには影響は出ないけど、ほんまに勝ちたい時にちゃんと仕事やってくれるっていう、うん、そういうやっぱ 3&D 系は大事だ、その2人は絶対ですよね、うん、だから今言うと RJ とグライムズ、 RJ とグライムズで、 RJ はそのやっぱ3番手ぐらいがいいかなとは思うんですけど、うん、まあ2番手でももしかしたらいいか、うん、そのスキルもですけど、やっぱりニックスがドラフトして、うん、でコツコツと育てて、うん、でアイデンティティ的にもやっぱ泥臭い選手ですから、うん、ニューヨークに合った選手だと思うし、そんな派手ではない。もうやっぱ90年代ちょっと思い出させてくれる選手は必要だと思う。うん。だからその2人はマストですね。あとは、なんだろうね。その意味で言ったら、俺はブランソンは好きだけどね、ニューヨークに合うから。そう。そうね、ブランソンも好きだし、やっぱ大学でも勝ってる。うん。あリードガードとしては、なんか、こう、やってくれるっていう感じがするよね。うん、そのスーパーヒーローっていう感じじゃないところがまた、いいじゃないですか。そういう必要なくて、ミッチェル取れなかった、ミッチェル取れなかったで、ずっとね、普通のファンは、あ、ニックスまた、三振したね、みたいな感じで、今シーズンなんか入ろうとしてるファンの人たちいるかもしれないけど、俺たちはさ、別にあんなあれはボーナスだったからね、いてくれたら最高だったかもしれないし、でもその犠牲に対して線引きしたわけだけど、ブランストンはかなり期待したい、本シーズン。そうね、うん、うん、その本当のそういうガード的な人と RJ とかガード的な人と OB とかが組んだ時にどういう流れになるのかっていうのをすごく見たい。ガード、ちゃんとしたガード的な人と、じゃあグライムスが、
あのスペーシングした時っていうのはどういうことになるのかっていうのはめちゃくちゃ見たいなと。確かにね、うん、あとはやっぱさ、みんな若手を、まあ、ジェリコもそうだし、うん、若手をキープしたいっていうのは分かるんですけど、うん、現実的に IQ と OB 両方をずっと取っておくっていうのは難しいと思うんですよ、うんうん、だからどっちか選ばないといけないとしたら、うん、OB そうね、うん、まあまずランドル OB をキープしないんだったらランドル飛ばす必要ないじゃん、うん、ね、さっさと OB 飛ばしてランドルをもう不動の 4番ポジションにしちゃうしかないじゃん、はっきり言って。それランドル飛ばすってことは OB にのための扉を開けるからね、うん、でローズを、ね、飛ばすってことは IQ のための扉を開けることだから、両方試してどっちがね、どっちともパンアウトしたらすごいいいことだと思うけど、どっちとも大好きだからどっちとも大成功してほしいんだけど、ポテンシャルでいくとその球団の顔になりそうなポテンシャル持ってるのは OB かなって感じするね。うん、うん、IQ は非常にスプラッシーで、うん、まあ、MSG を盛り上げてくれる一人の若手選手ですけど、うん、小さいじゃないですか、うん、結局やっぱサイズ、まあ最終目的は優勝することですから、うん、優勝チームであれだけ小さい選手っていうのはどうしてもディフェンスで穴になってしまうから、うん、まあ、小さいって言っても結構長いから、まあだからシックスマンロールじゃない、やっぱり、うん、そのまあ、ジョーダンプールまでの爆発力はあるかどうかわかんないけど、でもそういうなんかね、ちょっとシックスマン的に入ってきて流れ変える選手になってほしいよね。そうです、そう、うん、やっぱり今のリーグってこう、うん、どうしてもその3が、ね、大切なバスケスタイルになってきてますから、うん、突っ立ってしまうことが多くなる、うん、でそういうところでちゃんとカットいろいろしてくれる選手っていうのはすごい価値が高いと思うから、 OB みたいにしっかりとオフボールでも突っ立ってるだけじゃなくてカットしてくれる選手っていうのも目に見えるじゃん、うん、ブランソン今年ペイントの中に入ったってなったら、はい、まずはもう OB ベースラインカットするでしょ、うん、あのプロアマゲームでもすでにやってましたから、うん、やってたからね、絶対、うん、噛み合うと思う OB と。まあそうすると OB のディフェンスはもうヘッジ行ったり来たり行ったり来たりでどうしていいか分かんない時にはもう飛んじゃってるから、もうガシャーンとかになるよね。なるなる、うんうん、でもファスト早いペースになるもんね、うん、それでそう、その4人かな、やっぱそうだね、やっぱり優勝ってなるとね、うん、うん、その4人が本当に実ったら、うん、球団としてはすごいドラフトが成功した球団っていう評価になると思うよ。そうね、うん、3人はドラフトですからね。そう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 、やっぱウォリアーズのすごいところってね、ドラフトした3人がさ、4人目もそうか、ジョーダンプールとかもそうだけど、全員ね花咲いて、しかもただの花じゃなくてとんでもない花が咲いたわけじゃない、うん、だあそこはもう理想中の理想っていうか特殊よね、あんだけうまくいくっていうのはすごいよね、うん、そうそうな、そうね、そんな感じでちょっとでも期待したいんだけど、まずは整理整頓してほしいなっていうのはすごい思う。この夏休みの1ヶ月、やっぱりそのミッチェルのことでみんな浮き足立っちゃって、結局地に足ついてなかったけど、今さ落ち着いてみたらあれあれっていうことたくさんあるじゃない。そうね、うん、このまま突入して本当にうまくいかなくなったら、
ランドル動かすか、うん、動かした上でティブスクビになるかみたいな、結構大騒ぎになっちゃうよ。うん、そうね。うん。どうします、ボイスメール、それともどうしましょうか。ちょっと一回休憩してね。ユーロはいい、ユーロバスケは。あ、ユーロちょっと語ってもらって全然いい。俺でもハイライトぐらいしか見てない。あ、そうか。うん、でも全然いいよ、話してもらっていいよ、俺聞くから。あー、じゃあニックス中心でいく、ニックス。あ、本当いいよ。いや、Once a Nick, always a Nick. だから、うん、ニックスでプレーしたことのある選手、はいはいはい、ユーロバスケで言うと、はい、まあまあ、ローカスよね、まずは。ローカスね。うん。うん、彼は、ハイライトとかはじゃあ見てますか？うん、チロッと。ハイライト見た部分では、なんか気づいたこととかは。ローカス、うん、ローカスさ、すっげえいいんだけど、いつもハイライト見ると、うん、すっごい不安なんだけどさ、俺、うん、来るの？ああ、うん、なんかニュースありましたっけ、最近ローカスが来るか来ないかみたいな。いや、でもさ、やっぱりあれじゃない、例えばね、ホーネッツと取引して、うん、で4番を OB にして、うん、でね、ランドルがいなくなった時のキャップとかそういうこと考えたら、なんかそのタイミングでローカスとかって入ったりとかするのかなとかちょろっと思うけど、でもそうするとみんなが大好きなカーメロの場所とかなくなっちゃうなとか、なんかどういうコンビネーションでこれって、やり取りするのかな、仕事みたいなのはちょっと思った。なんかユーロのプレーっていうよりもなんかニックスのこと考えてた、ずっと。そうかそうか。うん、まあプレーのこと言いますと、プレーのことを教えてください。まずは、あ、じゃあ俺たちはもうローカス、ローカス言ってるけど、うん、もしかしたら多分知らない人。ローカス誰ですか？誰？去年のドラフトで、2巡目で。今思い出したんだけど、うん、前にさ、ごめん、ローカスの話この後してほしいんだけど、俺たちさ、前にさ、イギーのことさ、イギーがさ、イギーがさ、ってずっと結構話してて、なんかコメントに、うん、イギー誰っすかみたいな。イギー誰っすか、このイギー誰っすかみたいな。確かに。確かに、しょうがないです。あ、それで言うと、イギーとローカスはチームメイト、リトアニアで、なんですけど、はいはいはい、あ、ローカス・ヨクバイテスっていう選手がいまして、うん、はい、去年のドラフトでニックスが2巡目で取った選手です。うん、はい、で、一応去年サマーリーグではプレーしたんですけど、うん、1年間、ヨーロッパでプレーして、うん、でもしかしたら今年来るかもしれないって言ってたんですけど、うん、結局、まあ、今回は来なさそう。そうだね、うん、来ない。だから来年ぐらいまではヨーロッパにいるのかなっていうポイントガードなんですけどね、うんうん、で今回ユーロバスケでリトアニア代表選手として、まあ、スタメンポイントガードを任されていまして、うん、まあ、イギー・ブラズデーキャスという元ニックスの、うん、はい、彼も2巡目だったよね、確か。よかったよ、サマーリーグブイブイはしてたもん、うんうん、すごいいい選手だったんですけど、彼もまあ一緒に、うん、フリーズ OK、 ごめんね、はい、すいません、大丈夫です、大丈夫です、はいはい、どこまで話したっけ、ローカバイタスね、まあ、はい、はい、だから、まあ、リトアニア代表の試合を結構僕はチェックしてて、うん、はいはい、ローカスがどんな感じかな、はい、あとは元ニックスのイギーもいるし、うんうん、元ニックスのクーズ、もいるし、うん、いるね、はい、まあ、今回はじゃあローカスの話中心でいきますと、うんうん、プレースタイル的にはちょっとドラギッチっぽい、うん、左利きで大きいよね、結構サイズあって、うん、6-4 ぐらいあって、うん、左利き、左行くの大好き、大好き、
ピックアンドロール大好き、みたいな、うん。そんな選手なんですけど、うん、ちょっと気になるのが、うんうん、一歩遅いなっていう時が結構ある。うん、で、あと、うん、シューターとしても、うん、エリートじゃない。うんうん、ちょっと、まあ、シュートフォームも、少し、こう、うん、なんて言うんだろうな。ナチュラルじゃないというか、頂点、うわって言って、うん、なんかもうほぼダブルクラッチみたいな、シュートの仕方、うん。なんかね、なんて言えばいいのかな。力技な感じがするんだよね、ちょっと。そうね。ちょっと雑なところがある。うんうん、で、ディフェンスでもちょっと一歩遅いな、うん、みたいな。例えば、シェーン・ラーキンみたいな、クイックな選手、うん。あ、シェーン・ラーキンだったっけな、誰だった。もうね、ほんま、1試合10、1日10試合ぐらいあるから、うん、5試合とか。おかしくなるでしょ。おかしくない。どこがどこと対戦してるか。うん、分かんなくなるんですけど、本当ちょっとなんかクイックなガード相手だと、うん、あ、シュルーダーだ、シュルーダーとかだとちょっと簡単に抜かれてしまったり、うん、もう一人ドイツの選手でマオドローっていう選手がいるんですけど、結構毎回抜かれてたり、うん、でもサイズはあるからピックアンドロールで、うん、あ、そのガードがミッドレンジショットを決めようとすると、うん、結構後ろからリカバーできる能力はあるんですよ。うん、で、ちょっと、まあ、ネガティブなことばっかりになってしまうんですけど、うんうん、これまでの3試合、うん、まあ、リトアニアは、優勝候補でありながら、うん、ちょっと相手が今グループオブデスって言われてるグループ、死のグループね、入ってるので、うん、入ってるよね。0勝3敗なんですよ。うん、で、うん、ローカスのせいで負けてるっていうわけではないんですけど、うんうん、肝心なところでのターンオーバーが必ずある。ほいほい、うん、実はバックアップポイントガードのちょっとおっさん的な、しかもちっちゃい、選手がいまして、うん、名前なんだっけな、ルカビチュス、うんうん、どこ、その人、リトアニア、そう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 、ローカスのバックアップ、はいはいはい、その選手が入ってる時の方が安心できる、うん、ミッドレンジもちゃんと決めてくれるし、ダメじゃん。だちょっとちょっとね、でアナウンサーとかはまあもっとローカスの試合、うん、僕よりも全然見てるから、うん、ローカスいいねとか、ローカスは本当にもうタレントが、うん、レベルが高い若い選手だ、褒めるんですよ結構。でも、うん、僕の目でチェックしてる限りは、うん、いや、ルカビチュスの方がいいし、あの、ターンオーバー肝心なところで結構するし、シュートも、あの、フランス戦だったかな、最後にクラッチなシュートを2本3決めたんですけど、うん、どっちかというともう too little too late のシチュエーションだったし、うん、大丈夫かなっていうのはありますね、うん、正直。どうする、ロカバイタスのスカウティングしに行ってラカビジス取って、なんかプリジオニー以来のおっさんガードがいい感じでコントロールし始めちゃったそれもそれで面白いと思うそれもそれでおもろいと思うし、2人で俺とリクト君2人でやっぱ安定感ちゃうなすごいですよ、もうディフェンスではもう動き回るし、ハエみたいで、うん、でオフェンスではもうピッカー、うん、ボールスクリーン使ってのミッドレンジショット外したの、うん、見たことない、毎回決める、最高じゃんそれ安心して見れるし、うん、ターンオーバー、アホなターンオーバーないから、うん、ただね、一つすごくいいなとローカスのことで、うん、思うのはめっちゃ負けず嫌い、
それはあるだろうね。うん。だから、やられた後に、必ず取り返しに行こうとする、メンタリティは、合格、花丸です。うん。はい。はい。やられてんじゃん、先に。そう。そのね、ファーストステップがちょっと、うん、ディフェンスでもオフェンスでも、ね、ファーストステップがこれからどういうふうにデベロップされていくかに結構よるんじゃないですかね、うんうん。ハイライト見るとさ、やっぱいいプレーばっかりなんだけど、でもやっぱドライブとかも思ってるスピードよりちょっとワンテンポ遅くて、もつれながらこうねじ込んでいくみたいなのが多いんだよね。だからその球際の決める能力はめっちゃ高いんだなこいつってすごい思うんだけど、このパワー系なのかこれスピードどうなってんだろうなっていうのは確かにある。そうね、それはハイライトでもやっぱ伝わるよね。そう思う思う、うん、うん、思うよ。だってキレッキレなやつと違うもんだって。そうね、うん、だそれでちょっと、うん、RJ っぽいのよ。ちょっとちょっとね、うん、わ、うん、かるわかる。もまれながら最後ねじ込むみたいな、うん、RJ の場合それがさ NBA ですごい若い時からそれ食らってるからさ、結局仕掛けた時の決定率かなんかがもう NBA でこう一番下のレベルみたいになって評価がどんどん下がっちゃうと思うけど、いきなりやっぱりヨーロッパとかから NBA とか来たらやっぱ同じこと食らうと思うんだよね。そうね、うん、あ、それで言うとさ、イギーも似てるのよ、うん、RG に。そう、似てんのよ。すっごい似てんのよ、左利きだし。うん、キャラ、あのフロントオフィス、似たようなタイプばっかり好きなんじゃねえの？かもね。左利き、うん、大型なガードで、ちょっと遅い。ちょっと遅い。ねじ込む系ね。うん。あ、イギーはね、いいんだけどね。うん、結構なんかディフェンスでも、うん、まあエースディフェンダーがリトアニアあんまいないから、うん、イギーが結構任されるんですよ。ほうほうほう、うん、だまあとりあえず頑張ってるんですけど、うんうん、でもね、なんかリトアニアの試合見てると一番思うのがクーズ小石、うん、ああの弱い時だったから多分、うん、もしかしたらもう宗太郎さんもこういう感じだったかもしれない、うん、あの時の唯一の明るい、うん、プレーをしてくれたのがクーズだったっていうのは、うん、今でも忘れません、うん、彼はもうずっとそっちに行っちゃってるってこと？そうだから、うん、ある時に何かトレードがあって、確かね、うん、これはうろ覚えなんであれですけど、トレードがあってニックスの、うん、で何か1 for 2みたいなトレードだったんですよ。だから一人どうしてもカットしないといけない状況で、もうしょうがねえからクーズを、ね、うん、カットしようってなってからもう多分 NBA には全然戻ってきてない。そうだよね。最近俺が気になったヨーロッパ情報は、はい、なんかあれ誰だっけ、シュベドだっけ、違うな、似たようなキャラの誰かが、うん、ヨーロッパの方が全然レベルが高いみたいなこと言ってなんか炎上してたじゃん、 NBA より。あ、これはちょっと違うかもしれないけど、うん、ルカも言ってましたよね。ルカも言ってたけど、ルカが言うのと、うん、そいつが言うの全然ちゃうやんってみんなにすっごいバッシング受けたんだから、シュベドだったか、もうそういう感じの、全然っていうか、あれレブロンストッパー誰だっけ？レブロンストッパー、うちのレブロンストッパー誰だっけ？あ、ヘゾーニア。あ、ヘゾーニアが言ったかな。か、なんかそんな感じの、うん、人で、こっちのが全然レベル高いから、なんか別に NBA が
一番レベル高いリーグだとは思わないみたいなこと。いや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 、お前全然あかんかったのにそれ言わない方がいいんじゃないのみたいな感じになった。確かにヘゾーニアは言わない方がいいな。ヘゾーニアもクロアチアでプレーしてるんですよ、うん、で、うん、まあ Once a neck, always a neck。 はいはいはい、はい、なんかやっぱり能力は高いんですけど、うん、アホなファールが多い。相変わらず、お前だ、何してんのっていうようなショットクロックも。フィバのルールだからね、それもね。ああ、うん、もうショットクロック、クロアチアが超いいディフェンスして、でもショットクロック3、2、1でパシーン。いやいや。タイミング合わしちゃってんじゃん。ないないないって、うん、そういうプレーが何回もあるからもうびっくりするわ。うん、結構だから、いや、あのすごいレベル高くていい選手いっぱい出てるけどね、うん、本当に好きな人はめっちゃ見てるけどさ、うん、そうじゃない NBA しか見ないアメリカの人たちとかってちゃんと見てないよね、フィーバーね。なんかそうね、うん、ヤニスとかさ、よきっちゃんとかさ、すごいプレーしてんじゃん。うん。ね。そうね。まあ、ヤニスはもちろんすごいんですけど。ヤニスでもさ、今すごいいいけどさ、ちょっと前とか代表戦で全然噛み合わなくてさ、もうなんか代表戦やりたくないみたいなこと。言ってやっぱ NBA 向きなのかなって思ったけど、今回結構すごい活躍してるよね。そうね。で、まあ今回ギリシャで言うと、うん、そのやっぱワンマンチームになるときついと思うんですけど、うんうん、今回タイラー・ドーシーっていう選手がいて、うんうん、彼の存在すごいでかいです、うん、タイラー・ドーシーなの？タニアスじゃないの？タナシスではない。タナシスじゃないの？タナシスは、まあ、うん、あの身長でセンターガードする根性はすごいと思うけど。すごいけど。で、シュートフォームもちょっとなんか綺麗になってるんですよ。うん、おもうちゃんと練習してんだみたいな。うん、入らないですけど、でも。ウェストチェスターで教えたことを覚えてるか。いやいや、もうウェストチェスターで教えてないから。あの時はもうとにかく頑張れ。あの時ホワイトプレーンズで教えてやっただろうって。もうお前はハッスルすればいいって、それしか教えてない。でもね、うん、ドーシーは、まあ、今回マブスの 2way 契約を結んだんですけど、はいはいはい、彼は化け物よ。良い？良い。マブスでももしかしたらいい仕事できるんじゃないかなって思うぐらい、うん、バケットゲッターですね。テントリア。うん、だ彼の、うん、彼がいるだけで、その、うん、もうみんな、じゃあヤニスに、うんうん、トリプルチームしようぜ。できなくなるから。うんうん、だから、何年か前のさ、ちょっとギリシャ大丈夫っていうのとは全然違うチーム、うんうねうん、ですね。まあまあちょっとユーロバスケ話し出したら今じゃあどういう、ごめん俺全然ちゃんと終えてないんだけど、どういう状況なの、うん、ユーロバスケは。だから、うん、24チーム参加してて、うんうん、で4グループに分かれて、うん、6666になってて、はいはいはい、で今そのブラケットにどこが入るか状態の予選組勝ち抜き状態の。そうそうそう、だから各チームのトップ4チームがブラケットに入って、うん、あとはもうベストオブ16そうだ、ね、になるって感じ。ベスト16からね。ベスト16からで、まあさっきも言ったようにグループ B だったかな、うん、がもう C のグループでして、うん、もうハンガリー以外は、うんの5チームは本当化け物、うん、だどうだったっけ。でもロカバイタスちゃんたちは負けちゃってんでしょ。そうだから普通で言ったらもうリトアニアはもう優勝候補だからなんですけど、うん、3試合中3試合負けてるから、う
ね、リトアニア、フランス、ドイツ、ボスニア、うん、でもう一チームちょっと忘れたけど、うん、あ、スロバニア、スロバニアだよ、スロバニア。スロバニアだ。うん、めっちゃ強い。ハイライトであの、ゴベールのポストアップ見たけど、あかんかったぞ。あの、見にくい、本当に。うん、見にくい。ハイライト。下手だよね、本当に。うん。あの、普通ね、ハイライトじゃ伝わんないよっていう風に、うん、僕のフィロソフィーとしては、うん、ハイライト見ただけじゃわからないのが、もう、8割あるみたいな、ね。前後の流れもあるしね。そうそうそう。うん、あるんですけど、あれはまんま。もう伝わってます。あれが全て。ね。下手すぎるよな、ポストアップ。下手すぎる。下手すぎる。うん。さすがに、ちょっと頑張ってくださいって感じ。ね、うん、あれ、だから、キャットとね、シェアリングして、合体して一つの選手になったら完璧だよね。完璧だね。ほんと完璧。うん、意外とパスはうまいから、ゴベールも。うん、ハイローではできるんじゃないかなとは思うし。うん、でもね、ポスト、昨日も、多分、宗太郎さんが見たのはドイツ戦のシュルーダーの上からのやつ、うん。そう、シュルーダーのやつ。うん。びっくりしたわ、俺。あ、それ見て。もう、リトアニア戦で一回、ベースラインの、うん、もうユーイングみたいな、ベース左、はいはい、左のミッドポストでベースラインのターンアラウンド打ち寄って、うん、俺吐いたもん、ゲロ吐いたもん本当にごめん、ご飯中の方皆さんごめんなさい、ドルルルって言った、うん、ルルルルルルル止めれなかった、 What the fuck is that shit って腹立ったから。でもさ、 I mean like 別に嫌いとかじゃないけど、うん、プロ、すごい最高峰のプロでさ、オフシーズン結構みんなすげえやるじゃん、トレーニングとかいろんなの。うん。ベンシモとかもそうだけどさ。うん。I mean, like, can you not come back with nothing? Like, I mean, like, something, please? Like, baby hook? Like, big hook? Like, a running hook? Or, like, something? Can you come with something, please? って思わない？うん、何をしてるの逆に、うん、何の練習をしてるのて、ボクシングとかしてんのよ、よくボクシングしたり金髪に染めたり、そういうのいいからもうOne move ダンク以外の Something please 本当にだってあの背があったらさ、もう何でもいいや、ベビーフックでもフックでもスカイフックでも何でもいいのよ、プッシュフックでも何でもいいからさ。何でもいい。Please! 本当に。不思議だね。それだけでさ、もうものすごい評価変わるじゃん。もう変わる変わる。もういやー。ブラジュアンになれるよ、それだけ。そうだよ。じゃあ、ユーロバスケさ、どこが見た感じ、うん、いくな、これっていう感じしてんの今ね、まあ、行くなーっていうほどのタレントがあるかわかんないけど、うん、このチームに頑張ってほしいって思うのはドイツかな。根性あるし、ほうほう、フランス・バグナーがもうついに来ましたよ。俺、結構、うん、当たったり外れたりするドラフト前のね、うんうん、評価が、あんま中途半端ってないんです、うんうん、めっちゃ当たったり、うん、めっちゃ外れだったりっていうのが、はい、バグナーは大当たり、当たった、彼はもうでもニックスに来てほしい、1年目からやっぱりもう物がちゃうみたいな感じになってるもんね。そうね、うんうん、でもう今回では、いや、もうリーダー、じゃあもうリーダー、あのもちろんドイツはシュルーダーのチームなんですけど、うん、うーん、タレントレベルでいうと、もう彼はボールスクリーン使ってのプルアップスリー、うん、ロングスリーね、プルアップロングスリー打てる、うん、ドライブからのこのフィニッシュ能力もあるし、う
パスがうまい、うん、でもちろんディフェンスがもう、うん、まあいずれはオールディフェンシブチームに入れると思うし、うん、NBA でも根性あるしタフだタフ来るな来る、うん、だ彼とパオロのコンビプレーが楽しみでしょうが、やばいねパンチェロとそこ、うん、やばいやばい、そうね、ドイツ以外 いいベテラン取った方がいいんちゃうか、うん、逆にオーランド、ああ意外とね、うん、そうかもね、そう、あとはね、うん、まあ無難ですけどセルビアはもう今のところ、うん、本当のチームとプレーしてないからボロ勝ちばっかりなんですよ、はいはい、だから何とも言えないんですけど、まあもちろん、うん、ヨキッチがいるってだけだよね、うん、ミチッチっていう選手がいて、うん、彼とのリプレイはすごいし、チッチだらけ、もうチッチ祭り本当、うん、昨日とかなんか、うん、笑ったらいけないけど本当になんか、うん、何でもありなんだなっていう。なんか、ハリロビッチ、エティッチ、もう全部チッチだから、うん、覚えるのは難しい。チッチって呼んだら全員来んじゃん。みんな、あるって、うん、もう全員。あ、で、最後に、本当、うん、あれは、マイアミに行った、あ、ヨビッチ。そっくりな。うん。あれヨビッチはね、マイアミに止められた。うん、うん、あお前プレーしたらダメだ、見たかったな、そうね、あまあでもあれパターンあるからね、セルティックスのガリナリね、ガリナリパターンあるから、やっぱり本当にちゃんとね育てたいところはガジガジに止めるだろうね、よくさ、うん、マーク9番もめちゃくちゃ文句言ってたもんね、ノビさんがさ毎回毎回身を粉にしてさ、オリンピックだの世界選手権だの行くのさ、こっちは何十億も払ってんのにさ、何の保証もしねえでノーギャラで持ってかれて、ぶっ壊されて返されたらたまったもんじゃねえっつってめちゃくちゃ言ってたもんね、オリンピックとか。確かにね、ヤオミも結局それでもう、うん、キャリアが終わってしまったよ、ね、オーナーからしたらたまったもんじゃないと思うよ、オーナー側からしたらね、確かにね、だってね、5年180何億とかコミットして200億とか、うん、夏にさなんか国のためにとか言って言ってさ、ノーギャラでさ勝手に持ってかれて、なんか勝手にこっちででかい大会使うから、開催するから、なんかお宅の選手使うよみたいに言われて、はぁみたいになるでしょ、それ。そうね、でさ参加しなかったらさ、なんか愛国心がねえだのなんだのとか非国民だとか散々言われちゃうわけでしょ、うん、行って膝ぶっ壊れたらさ、お疲れって言われるわけでしょ、たまったもんじゃないと思うよ、んなに。そうね、うん、と言いながら応援しに来てたけどね、ルカのことね、うん、ルカのことを9番が、あーはいはい、9番も、だってみんな来てるじゃん、だってあれ、そうそうそう、うん、そうそう、みんな来てるよあれ、うん、スロベニアもすっごい見てて楽しいチームなんだな、うん、昨日、あ、一昨日ぐらいボスニアにアップセットされたけど、はいはい、でももちろんギリシャも強いし、じゃあヨキッちゃんのチームは結構いいとこ行くのね、まあ、セルビアは予選はもう余裕でしょ、うん、あで譲り合いだからさ、ボロボロで勝ち抜いても結構しんどいだろうね、やっぱね、そうね、うん、グループ B は結構大変だと思うよ、うん、あとはなんかトルコとジョージャのグルジア、グルジアってやつ、グルジア、うんうん、のすげえなんかロッカールームでの、ザザ、そう、ね、ロッカールームでの喧嘩があって、しかもやられたのがコルクマス、うん、でやったのが、誰にやったの、うん、やったのがゴガビタツェというもうおいおいおい、NBA 選手たちが
怖いね、それ。何があったんだろう。なんか、コルクマスが、うんうん、で、しかもね、これ、うん、試合、後から見ようとしたら、うん、ESPN プラスにブロックされてるのよ。ほうん。うん、じゃなんかあったんかね、いろいろ。だコート上で揉め合いがあって、うん、コルクマスが向こうの選手と、こうなんか、はいはいはい。うん、あって、うん、お前、じゃあ裏で。裏で待っとけよ、みたいな、うん。待っとけよってなったら、本当に裏に来て。うんちゃんと NBA みたいに裏で待っとけよっつったら間にセキュリティいっぱいねえ、うん、こうやってHold me back! がないのよ。やんないと、フィバも、うん、そう。あのちゃんと演出に乗らないとダメだよ、ね、乗らないといけない、うん、そこスカスカにしちゃったら通路そうやんなきゃいけなくなっちゃうじゃんだって、うんうん、だからなんかボディーガード役としてゴガが行って、うんうんでアシスタントコーチとコルクマス相手でなんかちょっと人数多めでやっつけに行ってみたいな。やばいじゃん結構やばい。やばいじゃんそれ。うん、そうなのよ。なんかあんまヨーロッパ同士で NBA 同士でやったらさ、まあね、お互い分かってやってんなってなるけど、ちょっとヨーロッパの国同士でやるとちょっと違う意味とか入ってきちゃうから怖いよね。ちょっと怖いね。国同士だから怖いっていうのはあると思うよ。うん。うん、ソンメーカーみたいになっちゃうから、ねまあ。そうそう、ソンメーカー、うん、飛び蹴りでサスペンション1ゲームとかだからね。うん、足長すぎた、ね。長すぎるし。うん怖えよ。怖い、ソンメーカーの飛び蹴り。いやちょっと揉めないでほしいね、そこはね。ちょっとマジで怖いから。そうね。うん、ちょっとね。だからトルコもトルコで、うん、これ、ロッカールームの映像を、の出さなかったら、俺たちはもう帰ると。うん、もうこれ以上試合しないぞっていうふうに言ってるし。うんちょっとポリティカルになっちゃってるじゃん、なんか。そうなんだよね。もともとなんかややこしそうだしね。どうなんだろう、そんなとこでバチバチしないでほしいけどね。なんかね。うんうん、まあ、それで言うとトルコもすごいいいチームだから、うんうんうん、結構、オスマン。うん、オスマン出てんでしょ、そう、オスマン、うん、誰だっけ、トルコ、コルクマス、うん、シン・グン、おお、はいはい。で、ラーキンもいるし、Once a Nick, always a Nick。そうだね。トルコってイメージなかったけどね。うん。うん、あ、最後に、うん、あ、いいや、いいや。多分もう別でユーロバスケの動画作るから、うん、そこで言う。あ、そっか、そこで言う、うん、ね、うん。俺たちユーロバスケ専門じゃないから、ね。ユーロバスケ専門じゃないけど、うん、せっかくもう1日10時間ぐらい試合見てるから、なんか作んない。なんか作んないともったいないから、多分作ります。別で。うん、はい、そうだね。それは楽しみにしてます。はいはい。じゃあちょっと、あれ、ブレイクしなくて平気？あれ、ちょっとブレイクしてから。ちょっとブレイクして、ちょっとだけボイスメール来てるかどうかチェックしよう。はい。久しぶりか、常連だね。リクトさん、ソータロさん、こんにちは。浮気がちキングズファンのエディと申します。エディさん、アリさん、いつもありがとうございます。エディさん、先日はマーベリーの話題で盛り上がってとても嬉しかったです。 NYK といえば MSG だと思いますが、 MSG の魅力についてお話を伺いたいです。伝統あるスタジアムですし、一度観戦行きたいと思ってたんですが、移転や改修の話もあるそうで、そこら辺の話も聞けたらと思います。よろしくお願いします。デハデハ平和、ソータロピース、Go Kings, Go Knicks。 エディさん、どうもありがとうございます。相変わらずね。まあ MSG はね、本当に何回も話してるけど、回収してすっごいね半年に1回ぐらい半年に1回ぐらい MSG の魅力をみんなに伝えてるけど、俺最近さ、 MSG で言ったらちょっと気になったんだけど、あの MSG も直接っていうか間接的に関係していくんだけど、あの MSG グループが、要は動乱グループが
ニックス売却する予定があるみたいなちらほら出始めたじゃん。売却って They wanna sell the team。 ああ、うん、ね、あれさ、しれっと出てるけど大ニュースだよね、ぶっちゃけ。最近ってどれぐらい最近のこと？夏ちょい前ぐらいかな。ああ、そんなに最近、うんうんうん、なんか、You know the MSG group? They're building like a huge stadium in LA。 ああ、クリッパーズの次のところじゃなくて、クリッパーズとは違う。あれはだってほら、クリッパーズのオーナーがバーメンが作ってるでしょ、うんうん、多分あれよ、昔のフォーラムレイカーズの、はいはいはい、あれ MSG が持ってんだよ。でそれのレノベーションプロジェクトがあって、とんでもないアリーナ作るらしいのよ、そのコンサート系の。なるほど、うん、でもしかしたらそのまあレイカーズはそのいつものところがあるけど、でもフォーラムの信者っていっぱいいるじゃん、 LA の、うん、うんうん、でそこがなんかどういう関係なのか分かんないけど、その記事はさらっと終わった不思議な記事だったんだけど、うん、そこのその契約が完成したらか、そのディールが合意に達したら、なんか MSG はもうそのマディソン、マディソンスクエアガーデンは管理するけど、ニックスのを売る準備があるみたい。うん、マジで。うん、だから MSG のか、だ要はさ、ベニューの管理だけすることにすんじゃない？今ってね、スタジアムもアリーナも持ち物で持ってる、そこに所属するスポーツチームもニックス、レンジャーズ、アイスホッケーのね、持ってるっていう今感じじゃない？うんうん、だからニックスはもうすごい価値だから、売っちゃったとしてもその館は持ったままだから、結局いろんな権利とかどんどんバンバン入ってくるから、よりお金が出費がなく儲かるんじゃないの、その館のレノベーションが LA とニューヨークが拠点になったら。そうね、あ、それは結構ビッグニュースだね。ビッグニュースだね。じゃあもうしれっと出てて、なんか俺もさらっと読んで全然ディテールに行かない記事だったのよ。ああ。で、なんか there's like some talks about その親会社がニックスを売る準備を2年後にするかもとかしないかもみたいな感じで終わっちゃったの。でもほとんどの話がそのロスの新しいその、ああ、なるほどね。おまけみたいな。そうそうそう、もう最後の。おまけみたいな感じで、シレットなんか1行ぐらい入ってて、と思ったの。だけど、なんか、別に誰も深掘りしてないから、ふーんと思って、なんか、なんとなく頭の隅に入ってたのよ、それは。そうか、そうか。うん。じゃあなんか、ちょいちょい動き、ちょいちょいなんか、ちょっとした動きがあるかもしんない。うん。うん、そうか、そうか。そうなんだよ。なんかバーメンともやり合いしたんだよな、そのフォーラムのライツとかそういうなんかことで前ゴルマートになってたの、うん、うん、だからクリッパーズ陣営とニックス陣営が法廷でバチバチだったりとかもし、親会社同士がねあったね、なったり、そうそうなったりとかしてるから、はいはいはい、なんかそういうのでそれがなんか多分今その新しいビジネスの方になってるっぽい。なるほど、うん、じゃあ MSG の魅力についてもちょっとお願いします。 MSG の魅力はもうだって言うことないぐらいもうメッカですから、やっぱりそのファンの厚さが違うし、まあヤジもすごいけど、その自分たち に対するヤジの方が多いかな今は。だけどやっぱり熱量が全然違うよ。違うね、うん、ニューヨークって街がもうとにかくバスケットボールがもう大好きな歴史ある街だから、強いか弱いかは別としてね、うん、そうね、 MSG っていうのもブランドだけど、やっぱニューヨークとのセットですよね、うん、うん。あとやっぱり MSG はロケーションがさ、そのペンステーションの真上っていうさ、もう新宿のど真ん中とか渋谷のど真ん中にあるようなもんだから、ぶっちゃけ、うん、そうね、もうそのちょっとアリーナまでちょっと外れの方まで
電車でとかなんかね、あの車で行ってとかってそういう感じじゃないから、ね、結構他の NBA スタジアムはそういうなんか街の真ん中から外れたところにあったりする場合が多いですかね、うん、そうそうそう、真ん中だったとしてもその街自体がめっちゃ田舎だったりとかするから、ああそれもあるしね、うん、そうそうそう、大都会のど真ん中とかあるわけじゃん。日本で言ったらもう新宿駅の真上とか、うん、渋谷駅の真上とか、東京駅の真上とか、うん、銀座のど真ん中にあるみたいな、そういうイメージよ。そうね。うん、で、まあ MSG って言ったら、その他の大イベントとかも起こる場所ですから、うん、そのニックスだけじゃなくて、うん、そうね、もう世界的にそのスローガンが、The world's most famous arena。 そうだね、世界で一番有名なアリーナっていうのがもうこういうふうに下に、うん、あ MSG の下にねこうやって刻まれてるから、ね、サブタイトルで出てるからね、そうそうそう、そう、それですね、だからもう東京ドームの何百倍もすごいアリーナを本拠地にしてる熱狂的なファンがいるバスケットボールチームの本拠地っていうことだよね、うんうん、ですな、そういうさらっと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 、はい、ちょっと端折りますが、ソータルさん、リクトさん、こんにちは。ウルブスを応援し続け20年を超える生粋のウルブスファンのヤス21と申します。ヤス21さん、ありがとうございます。どうございます、初めてメールを送ります。このチャンネルを見始めてから、西はウルブス、東はニックスを応援します。どういう組み合わせ。ナイス。辛いこと多そうだな、なんか。そうです。最近ツイッターなどでお声掛けをいただき、ウルブスファンによるウルブスファンオフ会に参加してきました。すごいじゃんこれ。ウルブスのファンってすごいらしいね。なんかサンズのファンとウルブスのファンはすごいって聞いたことあるけど。うん。で、日本では非常にレアなウルブスファンの方々と、昔の話や昨シーズンの話、そしてゴベア獲得の是非、今シーズンの順位予想など、合計4時間を超える濃厚なオフ会ですっごいじゃん。いいね。ねえ、いいね。順位予想では、皆さん2位から4位あたり予想しておりますが、僕はウルブスで今季にかける意気込みを感じて1位予想です。いいね。酔ってるね。2004年っぽいね。うん。オフ会会場では、オフ会会場ってどんな会場なんだろうね。昨シーズン、いや2004年にカンファレンスファイナルに進出した時以来、一番盛り上がったプレイントーナメントのクリッパー戦を流してもらった。あ、じゃあもうなんか場所貸し切ってね、すごいじゃん。あの優勝したかのようなあのプレインゲームね。うんうん。キャットの変わらないファールトラブルに、アントの超速ドライブ、D ローの Ice in my veins、 そして試合終了後のパッド、ベバップのテーブルに上がっての、何ピョン喜びようなど、改めて、見ても感動する試合をファンの皆さんと一緒に、観戦しました。 DapOK さんからのムービーメッセージをいただき、大盛り上がりで終わりました。あれ、ダッパー K って何？この前も話してたけど、ミネソタファンなんだっけ？ああ、そっか、そっか。ダッパー K さ、ちょっと一回話さなきゃいけないなと思うんだけど、こんだけコアに NYK の再建を初期から全部サポートしてくれてんだけど、うん、ニックスファンじゃねえんじゃん。この前なんか初めて、え？じゃミネソタだっけ、あれそうだっけみたいな話になったもんね。Come on man, that's okay。 俺地元まで充電しに行ってんだから、ニックスのファンであってほしい。 いや別にそれは DBK のためじゃない。横芝光町マジでいい街だったの。Come on man, you're executive producer。 はい、途中オフ会とは別で来場された女性がおり、お店の方と話してる内容が聞こえてきました。何でもクリッパーズファンで、かつテレンスマンのファンだったようで、この試合を見るのは心が苦しくなると、非常に申し訳なわけなくなる状況に一瞬なりました。この女性からが帰られた後、オフ会内ではテレンスマンのファンとは生粋のクリッパーズファンだと、ウルブスとは関係ない部分で盛り上がりました。
ここさ、バスケットボールカフェとかなんじゃないの？ね、いわゆる C2C みたいなところみたいなのかもね、うんうん。そこでお二人に質問なのですが、1、現役選手でこの選手の名前を知っている、もしくはこの選手のファンですと言われたら生粋のファンだなと感じる選手。2、NYK の選手でこの選手のファンですと言われたら生粋のファンだなと感じる選手。3、歴代選手でこの選手のファンと言われたら生粋のファンだなと感じる選手はどなたでしょうか。個人的にウルブズ内で言うと、現役ではマクラフリン・ノエル、歴代ではウォーリー・ザービアク、テレル・ブランドン、トロイ・ハドソンあたりでしょうか。ウォーリーはもう今うちの一派だからね、それで言って。そうね、お二人の意見、そうそう、うん、お二人の意見を頂戴したいです、うん、NYK のオフ会やる際はぜひ参加したいです。あ、そっか、両方応援してんのか。そうですよ、東ではニックスを応援してくれて、東21さんと。ややこしいのよ、この日本のこのパターンと、西はこれ東はこれってあるから。オフシーズンにもかかわらず2時間を超える濃密な動画、すごい楽しいですし、ためになります。これからも2人の動画アップを楽しみつつ、ウルフ&ニックスを応援し続けています。デハデハヘイワ、ソータロー、ピース、ゴーニックス、and raised by wolves。raised by wolves。ヤス21さん、いいね。ありがとうございます。すごいね、オフ会ね。うんうんうん。いやだからニックスオフ会もやらないと、もうやんなきゃいけないんだけど、俺たち止まんなくなっちゃうんじゃないの。俺その危険性を感じてんのよ。みんな止まりがけだな、これは。そうだし、ね、話がもう整理がつかないと思う、多分。確かに今回はもうこれ、うん、このトピックだけ、この話だけしかダメって言わないと、もう遡っちゃったりとかしたら大変なこと。ああ、かんかん。はみ出たらもう退場。そうそうそう、俺一番最初に退場。俺らすぐマイムファールだよ。そんなこと言ったらとかって言い出すから。あれ、リクトいなくなったみたいな。いやー、危ないね。うん。なんだっけ ?3 つあって、ね。この人を現役で知ってたら、本当の、まあ、要はだからテレンス・マンね、テレンス・マン好きな女の人が来て、うん、テレンス・マン好きってことはマジでクリッパーズファンだよねっていうとこからスタートしたんじゃない。だから1、現役選手でこの選手の名前を知ってる、もしくはこの選手のファンだったらマジでこの人ディープなファンだなって感じる人。2、 NYK のそのパターン、うん、で現役ってこと、うん、まあそうだね、書いてないけど、まあ現役でもいいんじゃないかな、うん、現役じゃなくても、okay. で歴代選手3、歴代選手、なるほど。今だったら誰だろうね、誰かな、うん、まあでもちょっと前のルードートとかさ、テレンスマンとかさ、その辺はさ、そうね、うん、現実味もあるしね。だからもう本当にプレイングタイムゼロの選手言われたら現実味ないじゃないですか。本当にただのマニアになっちゃうからね、それ。うん、まあ、マニアでもいいんだけどね。うん、まあ NYK で近年で言ったらやっぱり絶対フランキーになっちゃうんじゃない。そうね、フランキーの良さが分かってる、うん、ニックスファンはちゃんとニックス見てるなっていう。だってもうすごい少ない時間帯で良さを把握しなきゃいけないからさ、うん、うん、あんまランダムとかに見てたら分かんないよ、フランキーの良さな。そうね、うん、あとはまあニックスで言うと最近だとね、うん、ランドリーフィールズとかを好きっていう人は、あ、ちゃんと見てたなっていう感じ。ランドリーフィールズ 2.0 はグライムスだからね今。ああ、そうね、うん、うん、進化版なのかどうかわからんけど、うんうん、フィールズさ、うん、ホークスの GM とかじゃない今。トロントのあのスカウトだったけどね、今ホークス最初はね、うん、うん、確か、うん、あいつさ、この前調べた、頭いいからさ絶対出世するぞ最後。ああ、もう絶対ね、うん、スタンフォード IQ ですから。そうそうそう、うん、絶対出世する。そう
ですね。まあね、あと歴代で言ったら、歴代で言ったらなかなか難しいな。切れないかな。歴代の、うん、歴代はだっていい選手いっぱいいるもんな。うん。だベッタベタでもダメじゃない。うん。でマニアックすぎてもダメでしょ。うん。だいぶし銀のサブプレイヤーってあなたのジャンルですよこれ。そうね。だ例えば、うん、こう。うん。やっぱキングス時代のボビー・ジャクソンよかったよねとかって言われるとお、うん、はい、Let's talk Let's talk, bro Come on, I'm ready Let's go 次オーディションで、はい、うん、君次の部屋で重役面接ありますよ、うん、とかってなるし、うん、そうね、なんか例えば、うん、例えば、うん、だろうな、難しいな、誰だな、あ、例えばさ、うん、こうボンジーウェルズのポストプレーについて話そうよとかってなったら、うん、ちょっとかアクエリー買ってくるんでちょっと待っててくださいってなるよね、うん、もう喉乾いちゃってるからね、それ聞いた瞬間に、うん、そうね、とかなんかルーベン・パターソンは本当にコービーストッパーだったのか、うん、そういう、うんうん、いいんじゃない、その辺はなんか嬉しいな、いいんじゃない、今だったら誰かな、ちょっともう俺らが言い過ぎ俺らの関係ないけど世の中でもうバレちゃってるけど、ちょっと前のシェン・グーンとかすごい良かったけどね。ああ、そうね、今難しいのはハイライトがツイッターでバンバンあるじゃん、だから試合見てなくてもハイライトでシン・グーン見てたりする、それはなんかちょっと違うカテゴリーなんですね、うん、本当に試合見てるなっていうなんかのが分かるような、今さ試合を見ないけど NBA をずっと応援するっていう新しいタイプのファンがいるらしいよ、アメリカとか特に若い世代で。ほぼそうだと思うよ、最初から見ないんだって試合、うん、ほぼそういう人が多いと思う。じゃあ勝ち負け見ないの？うん、まあ結果だけは見て、うん、あとはハイライト、あとはハイライト、まあ、うん、それまだいいじゃん、結果見てハイライトだから。まあね、それも見ないらしいよ、なんかそのハイライトしか見ない。ああ、うん、そうね、動画と一緒じゃんね、それただのなんかね、うん、ちょっと違うかなとは思うけど、うん、そうね、いいとこついてるな、歴代ウォリザビアクとかいいとこついてるわ、うん、ウォリザビアクは、うん、そうね、まあ一応オールスターだけどね、彼は。そうね、でもさ、分かりやすいオールスターじゃなくね。まあね。俺、ただトロイ・ハッドソンとかすごいいいと思う。うん。うん。それはすごい納得。うんうんうん。いい選手だったし。もう、それこそ彼、今の NBA だったら、うん、もうシックスマンとして入ってきて、バンバン、もうスリー打ちまくって、みたいな。プルアップスリー、IQ 役で、行ってこい、みたいな。うんうん。いいと思うし、だ結構さ、うん、長く、まあ長くいることもないだろうけど、ちゃんと何シーズンかいてくんないとその選手のジャンルに入れないよね。そうね、うん、ワン&ダンとかなんか急にいなくなっちゃってもさ、うん、あれってなっちゃうもんね、やっぱね。そうね、うん、あとさ、例えばよ、うん、トロント時代の2006年あたりのマイク・ジェームズとかって言われたら、うん、OK? OK, brother! ってなるけどね。俺はもう、それだけで、なるほどね、興奮しちゃうよ。うん、俺ね、選手もそうだけど、それで言ったら、うん、2000何年の、例えば、トロントの、
ニックナースの作戦特集とかよかったよね、うん、みたいな、そっち系もいいなと思う、うん、その個人っていうよりもその集団で、でその分かりやすいやつじゃなくてね、ウォリアーズとかじゃなくて、うん、ちょっと脇っちょにいたけど面白いことやってたよみたいなのもいいかもしれない。ああ、うん、そうね、うん、2000、8年のうん、ティブスのディフェンシブ、ティブスのディフェンシブとかスキーム良かったねみたいな、バブル、バブルの時の、クリッパーズのタイルーのアジャストとか、ああ、ね、それはそういう10年後に話しそうだね、うん、うん、そうそうそう、うん、そういうのとかも結構面白いな、確かにな、ああ、なんか、だから10年後のこととか考えると、うん、あのバブルの TJ ウォーレンすごかったよなとか、いや、スーパースターだったじゃんみたいな。なるだろうね、うん。TJ ウォーレンとジミー・バトラーの言い合いを10年後に覚えてるやつがいたらすごいなと。そうね、うん。確かにな。いやこれはでもそれさ、多分俺たちやっぱ覚えてんじゃない？だって俺たちさ、あれ覚えてるじゃんね、ポール・ジョージとさロイ・ヒバートのコンビネーションを、時のペーサーズよかったでしょ、うん、だからさやっぱ覚えてんだって、世の中の人からしてみたらさ別にみたいな感じやん、ヒバートなんて今となっちゃうね、いや、あの時の見てたのはすごかったよ。見てた人はみんな覚えてる。覚えてるよ、うん。だってバーティカリティっていう言葉なかったもん、ヒバート前。作ったもんね。うん。そう。レブロンがだってフローターの練習し始めたんだ。そうね。メロも練習すればよかったね。うん、いや、ほんとそうよ。普通に壁に当たって終わってない。トリプルクラッチの練習しだした、入らねえよそんなの、やめとけ。ああ、そうだな、誰かな、マラカイ・フリンとかずっと応援してるやつとか、ああそう、ね、もうちょっとかな、マラカイ・フリンとかは、いやいや、そんな感じ、いいとこ行ってる、いいとこ行ってる、いいとこ行ってる、うん、うん、そうね、だ例えばまあそのトロントで言うとダラノ・バントン、うん、ってなると、うん、いやいやいやってなっちゃう、うんうんうん、いやそれはちょっとガーベージタイムたまたま狙ってる、見てた、言ってるでしょ、うん、みたいな、うん、そうそうそう、あ、納得するのがでも欲しいね、欲しいね、うん、次の質問に移る前 に、ね、うん、本当だから90年代後半2000年代前半だったら結構もう思いついてるのあるけど、うん、今ってなるきりないし、いいよね、うん、今ね、むずいよな、うん、だからハイライトもあんまり採用されてないんだよ、それちょっとだけ採用されてる人がいる、それそれだから不倫とかさ、うん、先月ほらプロアマゲームで70点取ったとか、そ う、ね、うん、そういうのあるから、そうやっちゃダメよ、そうやっちゃダメだ、そういうのもないような、うん、プロアマゲームでも、うん、なんか6リバウンド8アシストなんか10点とかで終わるみたいな、ああいい、素晴らしい、ね、そういう感じでやってくんないとダメ、素晴らしい、うん、あんまり若すぎるのもな、例えばそのタリー・イーソンとかって言われても、うん、いやそりゃほらルーキークラス注目してるからでしょ、ちょっと実績ないとね、やっぱりちょっと実績ないといけないな、うん、大人とやっててちょっと実績がないとやっぱり、うん、うん、2000だ、ちょうど6年目ぐらいの選手がいいんだよ。なんか
わかる。ルーキーコントラクトエクステンションするかしないか し終わった後とかだね。もうし終わって、し終わって2年ぐらいは経ってるみたいな。うん、で、話題にももうなんないね。うんうんうん。でも3つ目のコントラクトの話するほどの選手ではない、ね、そうそう、うん、その時にはもういねえんじゃねえみたいな、うん、いるかもしれないけど、うん、まあまあ今から話さなくて一緒みたいな、ね、うん、それぐらいの選手がな、うん、そうだね、いねえかな、むずいよ、なかなかむずいね、うん、むずいよ、うん、これから伸びる系でもなくね、なんかWe know what he is みたいな。もう、うん、もう中身バレてんね。もうバレてるし。バレてんだけど安定してて。安定、そうです、それそれ。そだけどハイライトはないっていう。そのストライクゾーンっていうのは。難しいな、それ。ああ、わかるね。わかるわ。あのね。むずいな。なんだろうな。今のうちらのメンバーで言うと誰なんだろうな。オービーとかも派手すぎてダメじゃん、絶対。派手すぎる、ね。IQ も派手すぎてダメでしょ。派手すぎるね。派手なやつ多いのよ。マックブライとかも派手だし。だから、もうちょっと前のグライムスよ。うちらしか良さ分かってなかったです。そうだね。だからうちではいない、そういう選手。いないいない、うちいない。うん。ちょっと年取りすぎてるかもしれないけど、ギャレット・テンプルの大ファンですとかってなったら、なんか話したい。とりあえず。今の DJ オーガスティンとかね。ああ、うん。いいんじゃない、うん、これストライクでいいんじゃない、オーガスティンとかは。そうだね、うん。で、そこ頑張りすぎて、じゃあペイトンですかとかって言われると、ちゃう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 。ペイトン、ゲイリー・ペイトン2世。こっちのペイトン。あ、ゲイリー・ペイトン2世はだってハイライトありまくりじゃん。そうだね、うん。うん。それは違う。エルフリート。エルフリート。いる？いる？そんな人。いや、いない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 けど、それ言ってきたら狙いすぎでしょってなっちゃう。ああ、嘘だからね。それ嘘ついてることだから、それ。それはね、うん、多分本人だと思う。本人か、お母さんか。うん、お母さんか本人どっちか、うん、うん、親族ですかってなっちゃう。そうね、ツイッターでもう結構戦ってたからね、ニックスファンと。でもどうでもいいよ、戦わなくて。ああ、いやいやいや、難しいねこういうのは。むずいね。でも、うん、でもすっげえいい質問だね。すごい。ちょうどうちらに合ってんじゃないの、もうこういう質問ね。そうだね。本当、うん、もうこれこそ4時間普通に話せる。いっちゃうよ。これだけで。話せば話すほどいっぱい出てきちゃう。うん。あの、ムクラクレンはすごいいいと思う。うん、あのいいよ、ね、名前がさ、ムクラフレンなのかムクラクレンなのかわからないところもいい。うん。とってもいい。あれはじゃあ今、ああちょっともう活躍しすぎかな。ハーラ、ハーラ、ハーター、アトランタの。ああ、サクラメント行ったね。ケビン・ハーター。うん、あー。あれはもうちょっと。もうちょっと目立ちすぎ？プレーオフでもモーメントあったから。そうだね。うん。ダメだな。あれはちょっと。活躍しちゃって。活躍しすぎ。惜しかったな。まあ、活躍しなきゃ今、うん、その、しかも、もらえたのに。NBA トップ5に入るようなニックネーム持ってるやつはダメで。ダメだね、うん、もうその時点で。Red Velvet? Hey! Oh, Red Velvet! バッ！インパクト強すぎでしょ。赤髪のやつ全員レッドつくからね、必ず。つくね、必ず。ニコマニオももうちょっと、もうちょっとでつく。あの、うん、戻ってきたらつくぞ。つくよ。つくつく。いやー。オッケー、じゃあそういう感じかな。そうね。じゃあもう一個いくよ。もう一個いこうか。またお初の人が来たよ。嬉しいね。お、嬉しい。はい、初めてメールを送らさせていただきます。浩平と申します。浩平さん、ありがとうございます。どうぞ。近年 NBA では審判のジャッジが疑問視されていますが、昔を振り返って、あの時審判、あのジャッジがなかったら結果は変わってたというエピソードがあれば話したいです。これからも応援しています。お体に気をつけて頑張ってください。デハデハヘイはそうだろう。ピースコーネックス。
まあこれはね、なんだろうな、時代でもうちょっと闇の時代があったから、うん、あんまりね、なんだろうね、もう何とも言えないね、そこはね。うん、なんかもう話し切ったような部分もある。うん、そうだね。うん、まあキングスとレイカーズの話とかになっちゃうともうちょっと難しいよね、そこはね。難しいね。もうリーグがもうフィックスしてた説がもうあまりにも濃厚になっちゃってて。うん。そうね。ね、うん。個人的になんか覚えてる、ちょっとなんか、そこまで有名じゃないケースとかはある。パッて考えて。有名ですね。有名なケースはパッと浮かぶけど、有名じゃないケースね、うん。どうでもいいレギュラーシーズンの試合でも全然いいよ。むずいな。そのジャッジあるみたいなジャッジね。うん。ええー。うん。思いつく。ついな。ジャッジ、うん、ジャッジね、むずいな。むずいね。こんなヘッポコなミスジャッジなかなかしないもんね。いやいや、するけど、もうしょうがねえなってなるじゃん、大体。うん、なる。うん。審判も人間だから、もう。そうね。そん時めっちゃ怒って、おいおいおい、今のはなしでしょっていうのがあっても。いつも疑問に思うミスっていうかジャッジね、ミスじゃないんだけどジャッジは、うん、あのコーナーのスリーポイントラインのかかとが浮いたままなのか線踏んだなのか問題あるじゃん、必ず、うん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 、あれどうにかなんないかね、もうちょっと。ごめん、それで思い出したんだけど、うん、今年のプレーオフよ。まあ、今回、2022年の。で、ね、マックス・ストリウスが、テレビで見せてくれたリプレイのアングルでは、うん、踏んでないのに、そうそう、踏んだっていうプレーあったよね。あれ。こんぐらい浮いてたやつね、ずっと。うん、あれは、なんか、難しいよね。なんかテニスみたいに、こう、センサーでできるはずじゃない、うん、そうそうね、あのボールがついたみたいなね、できるじゃん。うん、それはちょっと直してほしいね。あとさ、そのエッジのスリーポイントラインとあのサイドのラインの規定ってなんかないのかね、あれ。足でかすぎて出ちゃってるやついっぱいいるじゃん、あれ。うんうんうん。あ、何コートもっと広げるみたいな。いや、その横がさ、スリーポイントラインとそのもうサイドラインがもうこんなになっちゃってんじゃん。うんうん。最後のところ。あれ、つま先立ちしかできないよね、そんなんね。足30何センチとかあったら。広げる方がいいと思う。なんかせめて足ぐらいつかせてあげたいけどね、なんか。難しいね。でもそれもさ、なんかコーナースリーマンの魅力じゃん。まあね、PJ タッカーとかのもう職人技とかすごいからね、あれはね。うん、だからレイアレンのこうバックペダルからのスリーがすごかったのは、ようそこでピタッとそのちっちゃい間に止まれたなっていうのもある。でもさ、スリーポイントラインって途中で、うん、あの、まっすぐになるじゃん、最後、うんうん。だからスリーポイントの長さは変わんないでしょ、コーナーの。まあまあ、スリーポイントの長さか、コートを広げるってことね。そうそう、その奥行きを足つけさせてあげたら、なんかもうちょっと安心して、みんなグラグラしないで済むかなって思うけど、ね。うん。なんかすんげえチャンスの時にさ、もう、あ、いいパス通ったわーでもらって狙うぞ、ピピってやって、かかとみたいな。言われるのが一番テンション落ちるっていうかさ、テンションは確かに落ちるね、うん、そこ吹くみたいな、でも吹かなきゃいけないしなみたいな、そうね、うん、そこは難しい、うん、まあでもそれはもうそれもスキルの付きものだね、それはね、うんうん、だってコービーとかはそのあえてわざと、うん、そういうベースラインとかサイドライン、うん、ギリギリのところでうん、スピンムーブをしたりする練習を
してたわけだから、はい、エリートな選手はそういうところでもミスを犯さないんですよね。確かに、うん、ね、何の話してた。 KD、うん、も足のサイズでだいぶ勝敗にヘチがついちゃってっからね、あれスリーポイントだ。そうね、うん、いやあれさ、本当にテニスのセンサーとか入れたらさ、もう機械だからさ、うん、なんか Why みたいなリアクションもなくてさ、ああみたいな感じでもう帰るしかないだろうね。もうね、確かに。うん。は、う、い、ん、やめとこう。なんか話が違う方向に行っちゃうから、うん。違う方向行きそう。うん。でも、うん、それよりなんかあれよ。ミスコールよ。なんか、ね、もう一個、一個欲しいな。なんか、うん、あの試合あったね。有名じゃないし。完全にファールだったけど、みたいなやつね。ああ、そうです、ね。うん。ああ。でもさ、あの、ヤニスと、うん、あの、ボストンの、あの、プレイオフ、うん、はさ、ぶっちゃけもう最後の方さ、もう激しすぎてさ、もう吹いてらんねえや状態だったよね。記憶的なイメージで言うとシャックっぽかったね。ああ久々なんか見たね、あのなんか俺らが見てた90年代っぽい感じのゴリゴリのなんかバチバチのぶつかり合い。そうね、うん、難しいのよね、あのコールは。あれはあんだけ激しく当たったらもう接触したからっていう理由で今まで吹いてたファールがもう全部全然違うレベルになっちゃうもんね。うん、うん、最初にもう試合の始めに線引きしないといけない。うん、今日はここで吹きますと、うん、こういう接触は吹きます、うん、吹きません、はっきりさせないといけない。 NBA でさ、いないけど、うん、ひたすら流し続ける審判がいたら受けるけどね。ユーロバスケそんな感じですよ。いや、さすがにファールでしょうっていうのも飲み込むから。Go on みたいな。すごいよ。逆に、いや、あ、これくらいでもいいのかもなと思う。うん、見てると。そう。まあ、なんかな、去年さ、うん、あ、2年前かも。はいはい。カイリーが出てたから。カイリーがほら最後の最後にランドルのスリーポイントアテンプトをこうはたいて、はいはい、でなんかアムジュリアスがこう、うん、はたかれたから一回着地して、うん、あった、トラベリング取られたっていうの、あれ結局まあ審判が合ってったみたいな、あれはでもあの時俺たちは完全にあれミスジャッジだよなって言ってたよね。言ってたね、うん、だから結局でもルールブック上はだから結局ルーズボールでブロックされた自分でキャッチしただけじゃんって俺ら思ってたんだ、思ったんだけど、うん、実はそのボールを離してなかったからっていうので、ちょっとでも演技でもいいから離してたらよかったけど、ジュリアスの握力強すぎて、うん、そうだよ、で着地したからねじ込みに行ってたからね、あの時、うん、でもあんな切れたジュリアス、あのシーズンは初めてでしたよね、うんうん、あれだからうまくいってるシーズンでしょ、あの時は。多分ね、多分そうだったと思う、うん、うん、あとなんだろうね、うん、まあそんな感じか、そんな感じかな、うん、OK、 じゃあボイスメール来てるから聞いてみようか。お、OK、 初のボイスメール挑戦してみましたっていう、 OK、 いいっすね、いいよね。総太郎さん、リクトさん、こんにちは。アンドレ・ロバーソン MVP と申します。今日は2人にぜひ語ってほしい選手がいます。うん、それはアンドレ・ロバーソンです。
もともと自分がプレイヤーとしてディフェンス畑出身の選手だったこともあり、ロバーソンの見せるあの圧倒的なディフェンスに毎度心を躍らされていました。卓越したフットワーク、ハンドワーク、ボディーワーク、またピックを受けてもどこまでもチェイスをして相手にへばりつきプレッシャーをかけ続けるロバーソンの姿はとても参考になる部分も多かったです。中でも当時ブイブイ言わしていたウォリアーズ、そこで活躍していたクレイ・トンプソンへのディフェンス、オフボールで走り回るトンプソンに対してどこまでも忍び寄りへばりつき、トンプソンがキャッチ&シュートしようものなら顔の1ミリ前まで手を出してチェックに行くその姿、当時見ていた友人と何度も声を上げ喜んでいました。ところが残念なことにここ数シーズンコートで彼の姿を見ることはありません。オフェンスでは愛嬌たっぷりあふれるロバーソンでしたが、それでもコーナーからウエストブルックのドライブに合わせてカッティングをしロブを決める姿、ちょっとシュートある素振りをして静かにコーナーで待ってる姿一生懸命コートを走り回るロバーソンでした。そこでお二人に今回ロバーソンへの評価、どんな選手だったのか正直な感想を聞きたいです。でまたロバーソンが今後リーグに復活することはあるんでしょうか。ロバーソンはもう MVP ではないんでしょうか。ぜひ二人の正直な意見が聞きたいところです。よろしくお願いします。デハデハ平和総太郎ピースGo Knicks。 Knicks。 総太郎さん、リクトさん、はいはい、アンドレー・ロバーソン MVP さん、ありがとうございます。はいはいはい、はい、びっくりしたな。いたね。どういう選手、誰やろうなと思う。まんまでしたね。まんまや、まんま。まあでもあのチームのあのメンバーにはめちゃくちゃハマってたと思うよ。やっぱりラスがいてね、人の2倍3倍点取ってくれるから、オフェンスゼロのロバーソンでもガッチガチのディフェンスで役割分担っていう意味ではね、そうね、2人で1人みたいな、そういうね、うん、でカットがうまかったからね。そう、うん、最後なんかもうショートコーナーとかでセンターみたいな役割とかしてたもんね。なんか一生懸命なんか捨てられないようにみたいな。ああ、センター今のリーグだったら間違いなくそういう役だね、うん、センター役、そうだね、そうだね、うん、うん、ちょうどもう最後のオールディフェンス系選手って言ってもいいんじゃないですか、彼が。本当にオフェンスゼロだけど、それでもどうにかなったもんね。だから OB にはロバーソンのテープを一生懸命研究してほしいですね。ちょっとでもあれはもう才能だよね、あそこまで来たら。ディフェンスが、あ、ディフェンスはね、だってもう分かってんだもん、オフェンスないって、うん、それでもスタメンだからね、 NBA の。確かにね、うん、だから彼は、うん、まあディフェンシブ、こうプリメルで動くディフェンダーをね、うん、こうカスタムメイクするとしたら、うん、もう完璧ですよね。完璧だろうね、うん、ボディフレーム的に足のフットスピード、フットワーク、うん、粘り強さ、うん、こうビッグマンをカバーすることもできるし、もちろんガード。ゲームで、うん、もうディフェンス100、オフェンス0みたいな設定で完璧な、ね、ガードディフェンダー作った彼だよね。うん、ウィングディフェンダーで。なんかでもどうなんだろう、うん、イメージ OKC の
こう2番3番で、うん、まあ彼もそうだしロバーソンもそうだし、うん、セフォローシャもそうやったけど、うん、そうだね、うん、やっぱりその優秀なロールプレイヤーじゃないとできない役目やったじゃないですか、うん、もう今になってやっとそのラスの横でどれだけロールプレイヤーの役が大事なのかっていうのがすごい今になってこう目立ってますけど、本当に当時はああその2人のスーパースターがいるからってだけで強いわけではないんだなっていうのがまあ今振り返ってみるとわかりますよね。よくさ試合始まる前とかにさこう解説の人とかがさスタメン発表してさなんかな顔がずらって、ね、2段で出るじゃない両チームみたいな、うん、でロバーソンって出てさなんかあのねラスがいてロバーソン KD とか言ってさ、うん、なんかさまあいろんな組み合わせあったと思うけどさパーキンスとかさアダムスとかキャンターとか、うん、なんかいろいろあったじゃん。うん、その時にさ必ずその顔写真毎回出ててあロバーソン今日もいるなと思うんだけど解説の人もさ実況の人もさ試合始まる前のその今日のチームどうねえ OKC はどう戦いますかみたいなさプレーオフとかでやる時に一切ロバーソンの話出ないままずっと試合がスタートするっていうのは毎回聞いてて実況で。あでいつも今日のラスは今日の KD はとかとか、うん、インサイドはのマッチアップは誰がとかさ誰がミニッツもらってとかみたいな話だけどもう素通りなのよロバーソンのところもう分かってるからねもう分かって何をするかもうだからそのなんていうのバカにした素通りとかじゃなくてもう分かっててもう計算できてるからもう言わなくていいっていう感じのもう安定の素通りだったっていうイメージがめっちゃ強い。そうね。うん。他のディフェンダーと比べてどう、じゃあ例えばそのまあオフェンスがあまり上手でないけど、うん、ディフェンスがエリートなトニー・アレンとかと比べて、うん、ロバーソンはどういうイメージでした？俺のイメージはやっぱサイズと長さだよね。その今サイズと長さはさ当たり前みたいな時代になったけど。ギリギリあの時ってまだなんかその GM たちがそこを確立するかしないかぐらいのギリギリの時だったと思うんだよね流れ的に、うん、で今考えるとやっぱりサイズと長さがもう完璧だったなって思う選手そうね、うん、この先は戻ってこれるかじゃあどう思うリクト君ある日突然コーナー3とかがまあ38%ぐらいあって、まあでも、怪我だよね。違ったっけ怪我だよね、うん。2回ぐらいしなかったっけそう、したした、うん。あ、2回ぐらいしたのか、それとも、もう2、3年なんか一つの怪我でずっと戻ってこれなかった。結構ずっと長い怪我だったよ。一瞬戻ってきたよね。戻ってきた気がする。ちょっとだけ。うん。うんいや難しいね。むずいだろうな。あのレベルで本当にディフェンスできないとむずいだろうな。うん。やっぱボディタイプ的にちょっと似てなくはないクレーのディフェンスとかを見ると、うん、やっぱスローダウンしちゃうんだよね。してるよね。うん。だから、クレーがさ、もしシュートゼロディフェンダーでね。怪我して今回帰ってきてああいう感じの動きになっちゃってたらさやっぱり違う人を使わなきゃってなるよね。なるね。クレーはさオフェンスがちゃんとあるからさ、うん、そのね一歩半歩遅くなったけどそれでも要所要所でちゃんとね試合の流れ読んで活躍するってなるけど、うん、もしオフェンスゼロでディフェンス命の人が半歩一歩遅くなったらやっぱ致命的じゃない。そうね、やっぱスペシャリストだからね、そこを、うん、そこがちょっとでも100だったのが80とかになっちゃうと、うん、NBA では難しいのかな、ちょっと今まで通り MVP は難しいかもしれないですね、うん、そうね、うん、俺でもああいう選手って何気にめちゃくちゃいいコーチになるような気がする。ああ、うん
なんかラスとかはなるの見えないけど、ああいう人って見えるような気が、やっぱロールプレイとか役割に徹した人ってめちゃくちゃいい指導者になるから。そうね、まあどっかでおーおーおー俺やロバーソンってなるかもね、みたいな、いや結構スカウトとかに、ね、もうすでにサム・プレスティの下とかでやっててもおかしくないなと思う俺は。かもね、ランジュリー・フィールズじゃないけど、ああいう結構なんか緻密なそういう職人系の選手は絶対的に重宝されると思うんで。確かに、性格的にどういう感じなのかにもよるけど。そうね、でもなんか激しいイメージないけどね、別にね。なんか 2K のあの 2K とかな、ほらバスケインフルエンサーの女の子いるじゃん、レイチェル・デビータと付き合ってるっていうことぐらいしか、なんか姿勢、そうなの、か付き合ってたか分からんけど、それ以外なんか彼の私生活のことは全く把握してないですね。見えないね。でも、あの、アンドレ・ロバーソン MVP さんは実は今アンドレがどういう状況なのかって分かってんじゃない？ああ、そう ね。逆にじゃあちょっとコメントで。逆に教えてください。教えてください。はい。こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。TA と申します。TA さんありがとうございます。ありがとうございます。私は今年から大学生になり一人暮らしを始めたんですが、一人寂しい夜にはお二人の声を聞きながら NBA 好きの友達と談笑しているような気分で楽しく過ごしています。いつもありがとうございます。私は NBA に関しては新参者で、キャブスの優勝のシーズンぐらいからハイライトを見て興味を持ち続け、持ち始め、17、18シーズンからボストンファンとしてフルゲーム見るようになりました。このシーズンはカイリーとヘイワードを欠く中、スケーリー・テリーやルーキーだったテイタムの活躍も、カンファレンスファイナルまで、駒を進めることができました。さて、ここでお話ししたいのはレブロンについてです。レブロンの凄さを語る上で、この17、18シーズンはあまり話題に出ない印象がありますが、初めてのプレーオフ観戦でまだ NBA の厳しさを知らなかった私にとって、ほぼ、独力でボストンをねじ伏せた彼のプレーは未だにレブロンを象徴する一番のモーメントとして私の脳裏に焼き付いています。ミドルポストからのフェイダーウェイジャンパーは体感 100% で入っているような気がします。そこで質問ですが、お二人が少し変わったこの選手といえばこれという印象を抱いている選手がいましたらぜひ教えてください。これからもこの2人の元気な姿、3時間超えのエピソードが見られるの楽しみにしています。ソータロピースコンネックス。 TA さんありがとうございます。ありがとうございます。 TA さん、2人が少し変わったこの選手といえばこれというプレーなのかな、ムーブなのかな。そうね、だレブロンのミッドポストのフェーダーウェイとかってことは、まあ、その得意技とかじゃない、でもちょっと変わった、はいね、まあ、王道で言ったらレブロンのミッドフェードウェイもそうだけど、そりゃリビングストンパイセンには勝てないでしょ。うん、言ったら、ね、そうね、ローポストからのターンアラウンシュートは、うん、あ、分かりやすいのいっぱいあるけどね、ノビさんのハイポストとかね。でも多分もっと変わった、ほらレブロンって言ったら多分、まず最初に思うのはミッドポストのフェーダーウェイじゃないじゃないですか。まあね、だから多分だからショーン・リビングストンって言ったらもうやっぱミッドポスト、だから実はみたいな、うん、そうそう、そういうの、実はパターンね、うん、実はパターン、実はパターンで、うん、だからいっぱいいろんな技で今度はだから目立ってる人の方がいいよね。普段はこれで目立ってるけど実はみたいなね。そうね、うん、アントワン・ウォーカーの右ジャンプフックとかね。ああ、いいかもしれないね、それね。真顔で真顔で。よくわかんないよそれ。そこは、そこは突っ込んでくれ、うん、ごめん。クリス・マリンの、
左右のフローターとかね、昔で言ったらね、うん、そうか、みんなシューターだと思ってるけど実は結構ミドルの左右、ね、両手利きだったから、そこのねじ込むのとかよかった。真面目に考えてたんだよ俺、すげえ。ごめんごめん、クリス・マリンので頭がいっぱいだったんだね。頭いっぱい、あと左と右どっちだったかってさ、アントワン・ウォーカーの右なんちゃらとか言って、ああそんなんあったっけかなと思ってまあいいやと思ったらさ、ツッコめとか言ってボケてんのかわかんねえよあ、そんなこと言ったらあれだよ、あの、うん、これは真面目なやつで、ユーイングの、あの、予想外の3っていうのあるからね。コーナー3。コーナー3あるよ。うん、いや、得意技ではない。得意技じゃない。まぐれに近い。アイコニックなシュートだけど。だけどね。うん。そうね、ね、何があるかだろう、何があるかな、今の働いてねえな俺たち。そうね、ちょっと3時間目だからね。 あなたはさ、うん、あのユーロバスケット10時間見続けて頭回ってないでしょ。おかしい。俺はオフシーズンのニックスのことが心配すぎて頭回ってないから、なんかこれ雑学的な頭が今もうフリーズしちゃってるね。そうね、柔軟性ゼロになってる時ですから、うん、あーそうだな、何があるかな、古いのとかでなんとかなんとか許してもらえるものないかな、なんか、うん、でもこの人さ、うん、TA さんさ、うん、あれよ、レブロンからスタートだからね、ちゃうちゃう、カイリーがボストン行ったとこから スタートしてんだから、うん、もうそれより古いのはもうダメよ、めっちゃ古いから TA さんにとっては。ああ。わかるよ言ってること。そうね、うん、誰すかそれってなっちゃうよ。じゃあピンポイントでこう、うん、2017年以降、うん、ってことよね。そう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 、その方が俺たちの記憶も新しいんじゃないのまだ。ああそうだな、そうね、意外な必殺技ってなかなかないな、それで言うと。あ、まあトップレベル選手をちょっと名乗っていく、河合、うん、とかで、河合のなんか意外な必殺技とかはある？笑顔とか、ね、笑顔なんでやねん、うん、やかましいわ笑顔と声、鉄板でしょ、河合の声を、うん、うん、プレーで言ったらちょっとオールラウンドすぎるよ河合は。そうだね、うん、うん、だ例えば彼の場合はハンドルの良さが意外とエリートとか ね、マシンガンのドリブルからのプルアップとか、うん、まあでも得意技に入っちゃうかもな、それは。そうよ、あんだけ手でかかったらできるよ。どうなんだろうね、でも手でかいとシュートも難しいし、シュート難しいけど、でもドリブルもハンドリングは楽だと思うよ、手ちっちゃいよりは。そうか、でもそれで言ったらビッグマンは下手じゃん、ハンドルは下手、うん、ビッグマンはやっぱりその体のリズムが違うんじゃない、やっぱビッグすぎて。そうか、やっぱりさ、ジョーダンも手でかくてガードだし、河合も手でかくてガードだから、うん、やっぱガードで手でかいっていうのがめっちゃいいと思うんだよ。いいコンビだな、うん、だって、うん、あのボヤンみたいに、あボバンみたいになっちゃったらもうちょっと規格外すぎてさ、ハンドルとかそういうレベルじゃなくなっちゃうじゃん、手のでかさが。そうね、うん、うん、誰がいいかな、意外にごっちい人がソフトタッチだったりとかするといいよね。ああ、そうね。
だ今年のヤニスは多分ターナル&ベースラインジャンパーが意外と得意技とか。いいかも、ね、うん、いいかも、いいかも。じゃあエンビードは、エンビードの意外な得意技。エンビード全部できちゃうからな。意外じゃないんだよな、なんか。エンビードは意外にドリブルがうまいよね、思ってるより。そうね。うん。あと、その、にらめっこのプレーがうまいよね。背中だけのプレーと思いきや、にらめっこのプレーがうまい。確かに。あのサイズで、こう、あのでかさで、まず、前向いて、サイズアップして、うんうん、そっからのプルアップ。そう。トップオブザキーぐらいからのレッグスルーとかも普通にやるじゃん、なんか。ああ、うん、あれはあれはすごいよね。すごいね、うん、で前向いてのあれで言うと、例えば、まあ、オラジュアンは、うん、なんとなくこうドリームシェイクのイメージが一番じゃん、ね、うんうん、でも、まあ、意外な得意技って言ったら、うん、前向いてからのこういうのとかね、うん、あるよね、そういう感じで、うん、うん、そうだね、うん、あ、何、うん、ステフがさ、うんうん、すっごいスリーのイメージとかシュートのイメージあるけど、うん、意外にあのカイリーの方が目立つけど、意外にリング際のなんかその回転かける系のフィニッシュがすごいうまい。そうね、あ、うん、それはいい。フィニッシュ力が高い、うん、フィニッシュ力が結構中ですごく点取るっていう意外に、うんうん、バラエティがあるからね、まあ、なんだけ外までチェックしに来てくれたらいけるよね。いけるし、どこまでも出てきてくれるもんね、ディフェンス。そうね、うん、でも確かにその意外とサイズがあるから、うん、その分こうブロック、ここでブロックしながらこういう風にバックボード使って、うん、で最後ちょっと倒れ込んでファールもらう。そうね、とか左でのパスがうまいとかね、うんうん、彼は、うん、ね、うん、あとは誰かな、例えばさ、 D ウェイドって言ったら一番得意技としてパッて出てくるのって何？ポンプフェイクでしょ。なるほど。うん。彼はなんか得意技がいっぱいある感じだね。やっぱ昔のフラッシュだった頃はやっぱドライブからのフィニッシュ。うん、で、往年のウェイドはやっぱミドル。弱点といえば外かもしれないけど。うん。で、こう。右にホップして左に行く、そうね、ロスオーバーとか、あとはアメリカ人としては非常に当時は珍しかったユーロステップとかね、はいはい、そうだね、難しいね、意外な意外な得意技っていうのは、意外に下手くそだっていうのはたくさん、あ、たくさんというか結構見つかると思うよね。だってなんか、あ、この人にこれがあったら完璧なのなっていうのって多いじゃん。なんか、ああ、うん、弱点、弱点系ね、うん、さっきのゴベールじゃないけど、じゃない、そうね、うん、それ系ね、うん、うん、ああ、テイタムちゃんはもう弱点ないか。テイタムは、あ、でも今回テイタムちゃんちょっと自滅系の、突っ込んで自滅系の多かったもんね。うん、そうね、ちょっとまだパスが雑な時があるし、テイタムちゃん意外というか、もうマジでどんどんやりゃいいの、なんでやんないんだろうなと思うのは、やっぱりコービーみたいに、あのハイポストぐらいからの背中向きのプレー無敵なのに、うん、なんでもっとやんないんだろうなってすごい思う。簡単すぎて、そのタフショットを決める方が楽しいのかなとかって思っちゃう時があるじゃん。いや、思っちゃうけど、リクト君、試合で勝たなきゃいけないんだから、一番簡単に勝てる方法で言ってほしいよね。言ってほしい、うん、本当もう無双できる、うん、彼はね、うん、
ここまでの選手になるって思わなかったもん。でも能力的に言うと本当にもう、うん、トップ10選手、下手したらトップ5いけるぐらい。見てて分かんなかったけど俺も、うん、でもさ、あまりにも最初から前評判が高かったじゃん、うん、だからなんかきっといろいろあんだろうな、あんだろうなと思った。あ、やっぱこうなるんだって思ったよね。なんかそうね。でほら若い時ユーナンチャラのワールドカップとかでも、うん、いやうめえなってあったよ、うん、でも、うん、なんかほら普通のスーパースターが持ってるオーラとちょっと、うん、そうそう違う感じがしたから、うん、なんかとってもいい選手になるだろうなっていうのはあったけど、うん、NBA の顔にはなれないんじゃないかなと思ってたから、うん、今回キャラだろうね。なんかキャラも大きいね。なんかもうスイッチ入ってる感をあんまり出さないじゃない。まあ入ってんだろうけどさ、うん、なんか今回初めてだもんね、この、うん、そうそうそうっていう顔して、うん、あでもあなんかシグニチャーシューもらうんでしょ、うん、テータム。ああそうなんだ。なんかジョーダンブランド、うん、なんかどっかで、うん、あった、うん、うんうん、なるほどね。ねブッカーがだからシグニチャーシュー系、ブッカーがそのブッカーラインが、うん、結局カイリーが下ろされてブッカーになっちゃうんでしょ。ああそっかそっか、うん、そうね、うん、ブッカーが意外にあのまあ意外じゃないのかもしれないけど、そのサイズ的に結構あのゴールの近くのプレーがうまいっていうのもあるよね。ああそうね、うん、うんなんか90年代のシューティングガードっていう感じで、うんそうね、ちょうど6-5、6-6ぐらいでちゃんと背中向きのプレーできて、あれかな、やっぱコービーイズム背負ってる人はみんなそっち系がやっぱりちょっと、ね、そうね、うんまあ、引き出しとしてみんなちゃんと習得してんじゃないかな。そうね、ブッカー・テータムはもうそれの看板ボーイズですからね、うん、そうだよね、うんまあ、そんな感じかね。そんな感じかな、うん、あエイトン、エイトンゴリゴリと思わせて意外になんか、まあ、結構批判されている要因でもあるんだけど、うん、ミドルのフェイダーウェイがパシャパシャ来る時がある。うまいね、タッチが素晴らしいよね、うんでもそればっかやってるとみんなにお前はそれじゃないって言われちゃうっていう。そうだね、うん、確かに。ビエリッツァのディフェンスはどうですか？スイッチディフェンス。よかったってマジで。あれで優勝したようなもんだったよ本当に。あかんだろうっていつも言ってたじゃん俺らで。出たよ。そしたらちゃんと持ったよあれ。一瞬ワンポゼッションツーポゼッション持つだけで全然違うから。すごいよね、うん、いいディフェンスしてでヨーロッパ帰ったね、そうそうそう優勝して優勝やりきった感すごい出してやりきった感出して俺もいい仕事したから帰るわっつって帰るわだもうバレないうちに帰るっていういい作戦であれ。そうだね、そうだもういつまでも伝説になれるからね、うんよかったよ本当、うん、だってずっとなんかいい選手いい選手、サクラメント時代とかも、うん、マイアミに行った時でもなんかベンチでもったいないとか言ってもったいない、あいつはシュートもできるビッグマンだし、うん、今の NBA にハマってる、うん、ただディフェンスがなっていう選手だったのが、うん、いい終わり方だったかも、ね、そうだね。ビエリッツァ的な感じで言うと俺はアイゼア・ハーデンスタインにすごい期待してる今年。おー、うん、アーテンシュタインはどんな感じのいいプレーしてくれるか見たい。彼は楽しい、クリッパーズの試合とか見ててもすごい楽しい、うん、パスうまいからね、パスうまいし、うん、あのやっとそのペイントの中でディッシュした時にフローターでしっかりと決めてくれる、うん選手が来てくれたっていうのは嬉しい、ねうん、リムプロテクションもああ見えてうまいし、うん、違うタイプのセンターがやっと来たね、似たようなタイプばっかり、うん、そうそうそう、うん、
楽しみです。そうね、 OK。 じゃあ今日はここまでかな。はい。Go next. Go next. 頑張って修正しないと。ねえ。ね。ちょっと。マジで。ミニピンチですからね。もう来週とかほんとちゃんと修正してないと危ないよ。頑張れ、フロント。うん。頑張れ。